まずは台東区浅草。雷門から歩くことおよそ3分。あちらですかね。うわ、行列できてますよ。おお、すごいすごい。餃子の王様の前に皆さん並んでらっしゃいますよ。こちらが噂の人気店、その名も餃子の王様。餃子が平日1000個も売れる店です。1階は厨房とカウンターが6席、2階はテーブル席が24あります。こちらは3代目店主の佐々木光明さん。日曜日はお姉さんがレジに立ち、どうもありがとうございます。先代の2代目も仕込みを手伝います。家族を中心に切り盛りする店。こちら餃子だけでなく町中華のメニューも豊富なんです。中でも人気なのはニラレバ炒め780円。新鮮なレバーを丸ごと仕入れ、片栗粉をまぶして一度揚げています。揚げることでレバーはふっくらしっとり、タレがよく絡み旨味も抜群と評判です。また豚肉、キャベツ、人参など野菜もたっぷり入ったタンメンも人気。とはいえ看板メニューはやはり餃子。平日でもおよそ1000個、週末には行列がずらりと伸び、多い日には3000個も売れるというから驚きです。どうしてこんなに売れるのか。浅草に来たら必ず寄るというお客さんは、粉はね、あっさりしていくつでも食べられる。こちらの女性、2人で餃子4人前、埼玉から毎週通っているとか。ヘルシーなんですよ、揚げてるんですけど、餃子小さいし、なんかゼロカロリーなのかな。違うと思いますけど。そこでリポーター坂田も看板メニューの餃子を注文。はい、王様餃子お待ちどおさまです。おー、これが王様の餃子ですか。王様の餃子6個入り420円。一見揚げ餃子のようですが、裏返すともっちりツヤツヤ。その味は、ほぼキャベツ。うわ、もう表面がカリッと香ばしいんですよね。その中からたっぷりのキャベツの甘みが口いっぱいに広がりますね。キャベツがとってもこうなんか繊細な食感なので、口当たりが滑らかで、なんかもう一つみたいな感じで、もうこう止まらなくなりますね。本当に。一体どのように作っているのか。これがうちの王様餃子です。おお、うわあ、鮮やかなグリーン。肉どこ行ったみたいな感じですよね。そう、野菜が9割5分ですから。はあ、もう9割5分。野菜です。野菜。はい。材料は至ってシンプルですが、割合が独特。キャベツが9、香味野菜が 0.5、 肉はつなぎなんだとか。特にキャベツの切り方にはこだわりが。キャベツってこう丸い中の下が芯じゃないですか、はい、芯の部分と上の部分をまず切り分けて、でキャベツの中の部分も詰まってる部分を切り分けて、もちろん切り方も変わってくるし、へえ、やっぱそこがあの全てがこう滑らかに感じるキャベツの方法ですよね。どういう風に作ってくるんですか。それはね、秘密なんです。秘密？餡の仕込みは店でも3代目と2代目の2人だけが担当する、まさに一子相伝、秘伝のレシピなんです。皮で包むとき、あんがたっぷり入るようにひだはつけません。だから小ぶりでも食べ応え十分になるとか。ここでもう握った餃子はもうすぐにこちらで焼くので、はい、
もう握りたてを焼いてるっていうのはこれも一つのこだわりなんですよ。あ、焼き方も独特。たっぷりの油に水を少々。これで揚げ焼きに。肉が少ないので焼き時間は2分ほど。油を捨て、焼き目がついたら出来上がり。もう60年以上通っているというこちらは87歳になった。お元気ですね。来られるとね、おかげで。今日のおかげで。ご主人のこともご存知ですか。こんな時よ。こんな食べてから元気なの。そうよ。言った。ありがとう。常連客にとことん愛されているこの店。創業当時の屋号はシンプルに餃子屋。餃子の王様という名前は客の一言がきっかけでした。その当時いらしてたお客さんが、こいつは餃子の王様だよって。その餃子の王様だよっていうのをヒントに餃子屋王様っていうのにした。野菜がいっぱいの餃子になったのは当時は肉が高価だったからという説も。こうして初代が始めた餃子を堅くなに守り続けています。味は変えない。もちろん自分が美味しいなって変えたとして、それは自分が美味しいと思ったとしても、お客様はこれを目指してきてるんで頼もしいですよね、うん、こちらの餃子にはもう一つ肉餃子というのがあります。二代目が考案しました。その名の通り、肉の旨味がじゅわっと口いっぱいに広がる餃子です。いつ来ても同じ味、世代を超えて愛される店には、それを守る家族がいました。まずは台東区浅草から。専属通り沿いにあるのがこちら。創業明治36年の喫茶店。電気屋ホールであります。店の看板の文字にも歴史を感じます。いらっしゃいませ。奥へと進みますと、店内ではゆったりと座れるベンチシートや懐かしのゲーム付きのテーブルがお出迎え。レトロな雰囲気で常連さんや観光客でいつも賑わっています。店を守るのはこちらの2人の女性。常連さんの相手をするのは90歳の看板娘、2代目おかみの米子さん。客の飲み物や食事を作るのは3代目の吉江さん。そんな店の看板メニューは、おもまき。お待たせしました。これ元祖おもまきです。大正時代から脈々と受け継ぐ元祖おもまき700円。卵焼きから出てくるのは、焼きそばが出てきましたよ。具はキャベツだけですけど、甘みをほのかに感じてどこか懐かしい味がします。これは特別の麺なんです。焼きそばに使う麺は製麺所が電気屋ホールのために特別に作る二度蒸しした深蒸し中華麺。もっちりした太めの麺にソースがよく絡みます。これよかったらどうぞお使いください。米子さんが持ってきたのは4種類の唐辛子。電気屋ホールではお好みをかけていただきます。中でもおすすめが黒七味。確かにこの黒七味をかけたらなんだかすっきりした味になりましたね。電気屋ホールの歴史が始まったのは今から119年前の明治36年のこと。初代虎蔵さんがこの地で電気修理店を始めました。しかしその翌年始まった日露戦争で兄を失った虎蔵さん。
大正時代に入ると女性や子供たちだけでも長く続けられる商売をということで、店を甘味処に大転換。店はその後の関東大震災や昭和16年から始まった太平洋戦争も乗り越えてきました。米子さんが初代から伝え聞いたのは、こうした苦難にも負けないあきんど魂でした。関東大震災で焼かれて、大東亜戦争で焼夷弾で焼かれて、みんなお店やってる人は露店で物を売ったらしいですよ。米子さんが電気屋ホールへ嫁いだのは、街頭テレビのプロレス中継に多くの人が熱狂した昭和30年。当時の様子を米子さんは、田舎から中学卒業した女の子が5人ぐらい住み込みでいて、吉原があって、ここの裏が花町が盛んで、この芸者さんが夕方になると人力車で行ったり来たりして、こういい町だなと思いましたよ。昭和30年代の浅草には劇場や映画館がいくつもあり、いつも多くの人でにぎわっていたとか。夏の風物詩として今でも続く植木市や、酉の市の日は特に忙しかったといいます。こちらは10歳の頃から70年店に通う今枝よし子さん。よし子さんが当時の様子を教えてくれました。通りからこっち渡るのに結構大変だったんですよ。切れないんだから、何しろ歩いてる人が。夜中の3時だとかね、うん、お鳥様は3時までお客が切れなかった、うん、ね、すごかったもん、あの時はね、うん、3時までお客さん取り切れなかったんですか。そう、お鳥様は1日だからいいんだけど、あの植木市は2日だからね、恐ろしかったその頃よく出たのが名物のおむまきと、当時から人気の小豆を煮込んだ飲み物、ゆで小豆。甘すぎないんですけど、優しい甘みが癖になりますね。小豆の粒も大きくて美味しい。このゆで小豆に使う豆は北海道産のダイナゴン小豆。粒が大きく香りがいいこの小豆を3日間かけてじっくり炊き上げます。そして時代は流れて平成12年、高橋尚子がシドニーオリンピックで金メダルを取ったこの年、電気屋ホール最大のピンチがありました。母がやっぱり交通事故でちょっと入院した時、やっぱりそれはちょっとピンチかなと思いました。自転車に乗っていた米子さんが車に接触、転倒して腰椎を圧迫骨折、3ヶ月の入院を余儀なくされました。その時、米子さんを励ましてくれたのが、常連客でお友達の吉子さんでした。年中その前から一緒に旅行行ったり、あちこちね、行ったりね、してたから、その間やっぱり寂しかったし、心配だったしね。だから私、顔見に行くためには元気でそうな顔してよかったと思ってね。店を愛する常連客は他にもたくさんいます。古い食器や年代物の扇風機、錦絵もすべて常連客からの贈り物なんだとか。浅草の地で店は119年。店のこれからについて聞いてみると、ずっと続けてもらいたいと思います。そして米子さんの後を受け継ぐ吉江さんは、お店には欠かせない本当に名物お嬢さんなので、はい、本当うちのお姫様としてずっと続いてもらいたいし、ずっと長生きしてもらいたいし。浅草で生まれ育ったおむまきとゆで小豆のうまい店、浅草の地でこれからも歴史を刻み続けます。下町浅草にも食材の値上げラッシュに苦しむ飲食店がありました。創業90年を超える白河は、地元に長く愛されるザ町中華。
店を営むのは、4代目店主の石塚慎太郎さんと、奥様の純子さん。で、夫婦をサポートするのは、純子さんの母、悦子さん。三代目店主を務めた忙しい時の心強い助っ人です。安くてうまいがモットーの下町の町中華。50ほどあるメニューの中でも人気は、ふわふわ卵に甘酸っぱいあんがベストマッチな天津丼や、五目具材のチャーハン。醤油味の効いたしっとり系の食感が昔ながらの味わいと評判の一品です。食欲そそるメニューが揃う中、外せないのが。一口噛んだ時に玉ねぎの味とお肉の味がすごい混ざり合って、お肉の塊を食べてる。店の名前を冠した看板メニュー。白雅のシューマイ。5個で550円。豚肉の旨味と玉ねぎの甘みのハーモニーにハマっちゃう人が続出。80皿以上出ることもあると言います。しかし今、その味を支える玉ねぎに問題が。今玉ねぎ3倍ぐらいしてるんで。今まで多分100円台のものが500円まで上がっちゃってるんで、もう今ちょっと、ね、ちょっと踏ん張る時だね、はい、今がね。人気メニューが出れば出るほど経営を圧迫していました。店の創業は昭和の初期以来、100年近く地元に愛されてきました。今はサポート役に徹する3代目店主を務めた悦子さんは、初代の孫にあたる方。実は彼女が店主を務めていた時代、店は彼女の代で終わるはずでした。それは一人娘純子さんの進んだ道が関係していたのです。いいですね。純子さん、15歳でミス日本フォトジェニック賞を受賞し、芸能の世界へ。自らが選んだ道へ進んだ娘に、母は。純子は純子の人生があるし、と思ってたんですけど、純子が鍋振ることはできないので、これでもう、もしかしたらダメ終わっちゃうのかなと思う。一人娘が自分の人生を歩み始めた。他に後を継ぐ人はいない。100年近く続いた店も3代目の私で終わり。そう思っていたんですが。数年後、会ってほしい人がいると、娘が連れてきたのは、中華料理店で鍋を振った経験もある慎太郎さんでした。店の存続を諦めていた悦子さんは、新たに家族に加わった息子に、4代目のバトンを託しました。この先代の味っていうか、この懐かしい味っていうのを続けていきたいなと思ってるんで。お客さんに長く愛される味を守るべく、4代目が欠かせない確認事があります。それは、3代目の悦子さんが作るチャーハンの味を確かめること。初代から続くこの店ならではの味と、今自分が作っている味とにブレはないか、定期的に確かめているんです。大丈夫だと思います。お醤油が強くなりすぎたりするんで、やっぱり定期的にちょっと食べないと。この味を楽しみにやってくるお客さんのため、4代目の努力は続きます。人が徐々に戻り始めた浅草。客足も上向き嬉しい反面、今度は食材の値上げラッシュ。直撃する難題に4代目は。
痛いです。でもやっぱりなかなか上げられないですよね、値段は。はい、店にはどうしてもメニューの値上げに踏み切れない理由があったんです。浅草で100年近く続く家族で営む町中華、食材の相次ぐ値上げで経営は抜き差しならない状況に。ラードの値上がりは激しく、仕入れ値は4割以上もアップ。めちゃくちゃ高いです。物が上がったから値段を上げますっていうのは、やっぱり来てくださってるお客様にも申し訳ないなって。コロナ禍のこの2年、外食は控えられ、苦しい経営が続いていました。そんな中でも変わらずに通い続け支えてくれたのは、ありがとうございます、ありがとうございます、おやすみなさい、顔なじみの地元のお客さんたちでした。ありがとうございます、おやすみなさい。地元の方々に支えられてるっていうのはすごく感じましたね。だからなかなかね、値段は上げれない苦しい時に支えてくれた人のためにも、簡単には値上げに踏み切れない。理想と現実の狭間で苦悩する日々は続きます。人気の観光スポット浅草。昭和28年に創業した町中華太陽は、地元客に大人気の味です。なんか知らないけど食べたい不思議な味、魔法。二代目を継いだのがこちらの兄弟。子供の頃から店を手伝っていました。餃子は一度茹でてからラードでしっかり揚げるまん丸タイプ、5個で600円。ごろっとした豚のひき肉がたっぷりです。レトロな雰囲気を残す店内、時に有名人が来るそうで、この店がその昔風のこの昭和の雰囲気がありますんで、映画とかドラマとか、はい、そういったものの撮影によく使っていただいてます。ほんの何秒とか何分ですけども、でも ああいう映画の中で撮った場面が残ってるとか、それでも一つの楽しみではあります。コロナ禍になっても変わらないのが、はい、太陽です。チャーハンが2個、はい、餃子1人前ね。出前の注文、弟さんが歩きや自転車で届けます。毎日30件以上。どうも、お待ち遠さま。とてもいつも助かってます。お待ち遠さまで。社員食堂のように頼む会社も。必ずうまいです。長年ひいきにしてくれる常連さんに支えられています。変なし、大怪我とかね、大病とかしない限りはね、露骨に頑張りたいと思います。熱々でまん丸の揚げ餃子、浅草の街で長年愛される名物です。続いては東京浅草から。浅草の専属通り商店街にやってきました。この辺りなんですが、ありました、あちらですね、弥生さん。1924年創業の食堂弥生。のれんに中華洋食って書いてありますね。失礼します。こんにちは、ご主人でいらっしゃいますか。はい、いらっしゃいませ。お、なんかちょっとくつろげそうな感じのお店で、いいですね。大正時代にオープンしたお店の3代目、大西さんです。創業時はカフェスタイル。浅草で洋食とお酒を出すハイカラな店と評判に。戦後は2代目の大西さんの父親が中華料理店で修行し、ラーメンも出すようになりました。そして今、3代目の大西さんが作る人気メニューがポークソテー。分厚い豚肉を丁寧に焼き上げ、
柔らかくしっかり肉の甘みが味わえる一品。自家製デミグラスソースをかけていただく古き良き日本の洋食スタイル。すごいんですよ、大迫力、大ボリューム私のほら手ぐらいあるんですけど、厚みがまたすごいんですよ。これすごいですね。すごい綺麗な断面してますね。さてそのお味は。ジューシーでしっとり柔らかくて、でも表面はサクッとちょっと軽やかな食感なんですよ。さらにからしをつけていただく懐かしの洋食スタイル。からしのこうちょっとピリッとした辛みが味を引き締めてくれて、昔ながらの洋食の贅沢な食べ方この人気メニュー完成まではちょっと時間がかかります。まず300g の厚切り豚肉に粉を薄くつけて、肉の旨みが逃げないようコーティング。そして焼く油はこだわりのオランダ製の高級ラードとサラダ油をブレンドしたもの。しかも最初は低温から焼き始め、ゆっくり加熱して肉の旨みを閉じ込めるんだそう。これ大西さんが試行錯誤の末に生み出した豚肉を柔らかく仕上げる焼き方。両面焼いたらお酒を入れてフランベ。火加減を調節しながらおよそ15分、ようやく焼き上がりました。しかしこの調理法、先代のポークソテーとは全く違うんだそう。親父がに教わって、自分で改良してより良くしたっていう。豚肉を柔らかく仕上げる火加減に加え、仕上げのデミグラスソースも三代目が苦労の末に生み出した味。準備は前日から。まずは牛すじ肉にトマトや人参を加えて煮込む。大正時代から続く洋食の技です。さらに三代目が生み出したアイデアが、豚足や鶏のもみじを使った中華スープ。中華と洋食の二刀流っていうかハイブリッドでやってるんでハイブリッド、はい、はい。デミグラスソースも結局うちは中華スープで煮込んでまして、はい、ですから牛と豚と、鶏と3種類入ってますので。父親の中華スープと祖父の洋食の技を合わせ生み出された特製デミグラスソースなんです。じっくり焼いた豚肉と相性抜群の味に惚れ込んだファンは。ノスタルジックな味で結構好きな感じですね。お肉がとてもや柔らかい。あとやっぱりこのデミグラスソースですね。あっさりしてて全然しつこくないので。あ、来た来た、来ました、はい、ありがとう。食べて。ポークソテーのためにわざわざ予約をして食べに来る常連さんも大勢いるんだそう。100年近く続く店で新しい味を生み出してきた三代目。料理に対するこだわりは。いつか味に飽きて常連さんもなんか前より美味しくないなとか感じたりすると思うんで、常により良いものを作るように努力はしてるつもりなんです。やっぱりゴールはまだないですね。大正時代から愛され続ける味。お客さんにとっての美味しさにこだわり、日々改良しながら続いていくレトログルメです。まず私が訪ねたのは東京浅草にあるビル。ビルの中とは思えないほどお祭り一色ですね。ここは去年7月にオープンした飲み屋街。こうした場所はネオ横丁とも言われ、路地ではなくビルの中に居酒屋が軒を連ねているんです。ここでは週末になるとお祭りイベントも開催。これを目当てに訪れる外国人の方も多いそうです。
中にはお寿司や串焼きなどの専門店が7店舗入っており、さまざまな日本の味を楽しむことができるんです。私が気になったのはうなぎの専門店。ここで提供しているのはうなぎで串って、私初めて。うなぎの肝やかば焼きがセットになった盛り合わせ。うなぎを手軽に味わってほしいと串焼きで提供していて、白焼きは特製のだしを使って仕上げています。中の身もすごくふわふわで、皮目のパリッとした食感が本当に美味しいです。あー、これはお酒が進む感じだ。説得力ありますね。去年の入国規制緩和以降、外国人観光客が増え、客の3割ほどが外国人だといいます。たくさんのインバウンドの方々に来ていただきたいな、まあ飲んでいただきたいなってのが一番ですかね。去年12月に来日した外国人は推計137万人。まだ新型コロナウイルス感染拡大前の半分ほどですが、去年の100倍以上にまで回復していました。続いての外国人に人気のネオ横丁は新宿駅のすぐ近く、去年10月にオープンしました。ビルの中2階から地下2階まで4フロア全てがネオ横丁。17の個性あふれる居酒屋が軒を連ねていて、外国人旅行客に人気の場所なんです。こちらはドイツ人と日本人のカップル。お会計を済まして帰るのかと思いきや、まさかのはしご酒。選んだ店は初めに飲んでいたお店の隣の店舗。何でも気になったメニューがあったのだとか。すごい巨大な杯に入った4リットルのレモンサワー。4リットル、確かに、こちらのお店でも4割強の客が外国の方だといいます。食プラスですね、コミュニケーションというかあるというところを、まあ、ぜひ知っていただければ。日本の文化にも触れることができると外国人に人気のネオ横丁、その広がりに期待が寄せられています。職人技が光る絶妙な焼き加減。長年継ぎ足してきたというタレにくぐらせた自慢のうなぎ。夏の風物詩、うなぎを冬でも美味しく食べてほしいと。うな重に、ニンニクをトッピングしていただく。マシマシということで、2倍、3倍、4倍、5倍まで、お好きな量を。うなぎと刻みニンニクをセットにした、ニンニクマシマシアレンジが楽しめるうな重が登場。ニンニクの量は5倍増しまで選択可能だといいます。うなぎとニンニク、スタミナ食材のありそうでなかった組み合わせ。その味は、うなぎの香ばしさと刻みニンニクの食感と香りがよく合います。メニューが生まれたきっかけは、常連様からの、ヒントを得て、開発に至りました。ニンニク好きの常連客からの一言がヒントに。うな重の伝統を守りつつ新しい味に挑戦したということです。東京を代表する観光名所浅草といっても、浅草寺の裏側奥浅草は少し趣が異なる
エリア。え、わ、なんか金色に輝くおみこしがありますよ。金ピカで立派なおみこしがあったり、雨が降るように細いクリームを何層にも重ねた人気スイーツがあったり、蓋を開けると湯気とともに出汁の香りが広がる釜飯は、中から具材が顔出しますね。そして大量の大根を前にお祈りする人や、壁一面に積み上げられたこの箱が人気だという喫茶店も。ということで今日は意外と知らない大人の奥浅草をぶらーりとグルメ散歩します。新たな魅力に出会えるぶらーり東京グルメ散歩奥浅草編。浅草寺裏側のことと通りにやってきました。ちょうどあちらが浅草寺なんですけれども、あちらのにぎわいとは打って変わって、ちょっとこっちの方は人通りも少なくて落ち着いた雰囲気ですね。浅草寺裏のことと通りより北側に位置する奥浅草には、江戸時代から続く下流会があるなど、少し違ったイメージの浅草があります。そんな意外と知らない奥浅草をぶらりグルメ散歩。まず浅草寺裏の交差点から1分ほど歩いたところで見つけたのは、お、あ、何これ、和栗モンブランの専門店って、わあ、めっちゃ美味しそうじゃないですか。こう SNS とかでよく見かけますね。私気になってたんですよ。ちょっと入りましょう。2020年オープンの和栗モンブラン専門店栗穂浅草本店。落ち着いた雰囲気の店内は16席ほど。そんな店で食べられるのが国産和栗のモンブラン。和栗のペーストは愛媛県産を中心に、各地の和栗をブレンドしたもの。なんかちょっと昭和のモンブランとは違いますね。すごいな、おしゃれ。これどうやって食べたらいいんだろう。え、あ、なんだこれ、なにこの音、サクって言ってる。うわー、なにこれ、メレンゲ。中はスポンジケーキに焼きメレンゲと生クリーム、そこに細さ1ミリのモンブランクリームを何層にも重ね、最後に和栗のスライスを乗せれば完成。スポンジ、メレンゲ、クリームと一緒にいただきます。さて、そのお味は。このモンブランペーストが繊細な糸のように折り重なってて、それが口の中でふわーっと、もう栗の濃厚な甘みと風味が広がって、しっとりとしたスポンジとこの軽やかな食感のメレンゲがまた最高に相性がいいんですよ。多い時には1日200個以上売り上げるという人気商品。注文を受けてから作るため、目の前で仕上げられるライブ感があるのも人気の一つ。1年を通して食べられるのは浅草店だけだという濃厚抹茶のモンブランも人気だそうです。店を出て、こととい通りを隅田川方向へ。わー、目の前にスカイツリー。やっぱり大きいですよね。なんかこうやってスカイツリー眺めながら散歩できるのもいいですね。ここで坂田さんの目にあるものが飛び込んできました。わ、なんかすごい金色に輝くおみこしがありますよ。失礼します。うわ、すごいですね。もう細工一つ一つが本当に細かいですよ。宮本宇之助商店は創業1861年の老舗で、太鼓やみこしなど祭礼道具の専門店。宮内庁御用達として楽器を収めたり、浅草三社祭りに関するみこしも制作しているそうです。立派なおみこしですね。ありがとうございます。実は私ですね、三社祭りずっとおみこし担いでるんですよ。そうですか。そうですよ。鼻にで。浅草に住む友人に誘われたのがきっかけで、気づいたらお揃いの反転
鉢巻きを揃えていたんだとか。じゃあこちらのおみこしを担がせていただいたので、はい、ありがとうございます。みこしの展示のほか和太鼓の展示販売などもしています。値段的には少し高いイメージですが、作り方を聞いたら納得。太鼓の胴も、はい、あの一本の一木をくり抜いて作ったものになりまして、はい、樹齢100年ですか200年ですか、そういった年数をゆっくり長い時間かけてじっくり育った欅を使ってます。すごい。だからなんか和太鼓ってやっぱなんかこうあの魂に響くんですかね。今度は和太鼓にもハマってしまいそうですね。さて、そろそろお腹も空いてきた坂田さん、奥浅草で人気だというお店に着きました。1968年創業の釜飯むつみ。地元の人や近くで働くサラリーマン、週末には観光客なども多く訪れるそうです。一番人気という五目釜飯を注文。蓋を開けると出汁と具材の香りが、いい香り。ただ五目釜飯という割にはなんだか具材が少ない。しゃもじでかき混ぜてみると、この五目釜飯、中から具材が顔出しますね。いただきます。まずこう香りでその出汁の豊かさを感じて、でその出汁をしっかりと染みてるお米のふくよかさで、もその出汁の旨味とさらにこう具材の旨味、お米がね吸って、ほんと上品でふくよかな味わいですね。炊き方がちょっとよそと違うところがあるので、はじめちょろちょろ中パッパ、うん、赤子泣いても二通りなっていう、ね、お米の炊き方の真逆を初代のおかみが考案をして、はい、その炊き方はまず鶏肉、アサリなど5種類の具材を乗せ、初代のおかみが作ったという50年以上変わらぬ秘伝の出汁を入れて火にかけます。ここからがこの店特有の作り方。最初から強火にして、しかも蓋をしないんです。この状態で数分炊き上げたら、釜の中全体をかき混ぜます。こうすることで出汁と具材の味が全体に行き渡り、どこを食べても同じ味の釜飯に仕上がるんだそう。中の状態を確認したら蓋をして弱火で15分ほど、数分蒸らして提供します。沈ませてるというか行き渡らせてるので、パカッと開けた時の見た目、ビジュアル面はインスタ映えはしません。写真で映えなくてもいいんです。この味を求めて多くのお客さんが訪れます。そしてあの炊き方で美味しいおこげを作ることも意識してるんだそう。釜飯好きにはたまらないですよね。散歩の途中で坂田さんが気になったのが、チョコレートや焼き菓子などオリジナルスイーツを販売するのわけ東京。住宅街にひっそりと佇む小さな洋菓子店です。気になったのはこちらの可愛らしいお菓子。あのチョコのケースの中に、うん、あのフルーツのキャラメルソースを入れてまして、その名もボンボンキャラメル。丸いチョコレートの中に果物の旨味を凝縮させたキャラメルソースが入ったもの。人気だというバナナとオールスパイスをいただいてみました。スパイスの風味とこう香りがふわーっと鼻から抜けていって、で後からチョコレートが溶け出して、中のそのキャラメルのバナナの風味が広がっていくんですけど、めちゃくちゃ高級なチョコバナナですね。
実はこちらの店、始めた頃は全く違う営業スタイルでした。2009年に、はい、商売始めたんですけど、その当時は、木造の屋台、これを使って表参道の街中でこれを引いて、もともとは屋台で営業をしていたそうで、そんな創業時の思いをいつまでも大切にしたいという気持ちから、今も屋台を店内に置いているそうです。ボンボンキャラメルの種類は8種類、好きな組み合わせで花束のように包み、贈り物として買っていく人がほとんどだそう。続いて向かったのは、松千山商店って読むそうですよ。なんかこんな奥浅草にパワースポットがあったとは知らなかった。浅草寺の寺院の一つで、創建されたのは595年という1400年以上の歴史を持つお寺です。その境内にはちょっと変わったものが置かれていました。あ、なんか大根がたくさん置いてありますね。こうなんか真っ白でピーン、綺麗な大根ですね。でもなんでこんなに大根がたくさん置いてあるんだろう。境内に置かれていたのは大根、実はお供え用なんですが、でもなぜ大根なんでしょう。聖天様の御利益のシンボルマークになっておりまして、大根っていうのはですね、はい、この体の体内の毒素を中和するという、あ、はい、そういう働きがございますので、捧げることによってですね、その身体健全、それと同時に心の毒もこう消していただいて、お願い事を叶えやすくしましょうと、はい、シンボルという大根と巾着は境内のあちこちに見られ、巾着は商売繁盛、大根は身体健全の象徴として、その御利益を表したもの。これは浅草の街並みを歌川広重が描いた浮世絵で、お参りする人の手にはしっかりと大根が。連日多くの人が大根をお供えに訪れています。月に1回とか週に1回とか定期的に来ている人が多く、巾着のご利益からか商売人の方も多いんだそう。そしてお供えを終えた大根は翌日誰でも持ち帰ることができるんです。寺で供養された大根、縁起が良さそうですね。ちょっと歩き疲れた坂田さん、こちらもう看板にまず惹かれちゃいますね。喫茶あかね、ちょっと入らせていただきましょう。こんにちは。こんにちは。昭和52年開業の喫茶あかね、レトロな看板が歴史を物語ります。昭和の雰囲気が漂う店内では、2代目でマスターの綾部修二さんがサイフォンで入れる香り高いコーヒーを提供しています。早速おすすめの一杯をお願いしました。坂田さんをイメージして選んでくれたというクレオパトラというコーヒー。はあ、いい香り。もう熱々で美味しいですね。なんかこの本当にコーヒー飲みながらここ何時間でもいられそうな感じがします。ご主人、私さっきから気になってたんですけど、はい、なんかあの辺とか、はいはいはい、あの辺とか、はい、箱がたくさんありますけど、はい、あれ何ですか。いわゆるボードゲームです。あ、ボードゲーム、はい、すごい種類たくさんありますよね。そうですね。壁際に積み上げられた箱はおよそ300種類のボードゲームだったんです。ボードゲーム好きのご主人が家に置いていたところ、奥さんに邪魔扱いされたことから、店でお客さんに楽しんでもらおうと置くようになったんだとか。それを目当てに週末などにはボードゲーム好きが集まります。一人でもグループでも楽しめるそうです。いろんなボードゲームが遊べるので、もう箱を見てるだけで楽しいですし、なんかボードゲーム好きとしてはすごい
いるだけで楽しい空間だと思います。そしてゲーマーに人気なのが、前日までに予約すれば食べられる特製のサンドイッチ。コロナ禍でゲーム中の食事は控えてもらっていますが、ゲームの合間に食べられるのも人気の理由。チーズと自家製の鶏ハムの上に人参のラペを乗せ、その上にコールスロー、豆苗にレタスを乗せて、パンで挟んだボリューム満点、彩り鮮やかなサンドイッチです。いかがですか、坂田さん。野菜のシャキシャキ感、人参のラペもそうですし、コールスローもレタスもシャキシャキ、サンドイッチなんですけどサラダ食べてるみたいな感覚ですね。ちなみにランチで人気なのは生姜焼きやハンバーグなどボリューム満点のメニュー。特にお米は栃木の契約農家から仕入れたものを毎朝精米し炊き上げているというこだわり。もともとは店主の母親が営んでいた店を2016年に受け継ぎました。店は子供の頃から遊び場だったそうです。私が母のお腹にいる頃から始まったお店なので、今からは作れないような雰囲気だと思いますので、できればずっと残っていきたいなと思ってます。新たな魅力に出会えるぶらーり東京グルメ散歩、意外と知らない大人の奥浅草でした。サシの入って柔らかい肉と甘い割り下、こだわりの味で人気だった浅草の老舗すき焼き専門店陳屋。コロナ禍で客が減り、去年8月、142年の歴史に幕を下ろしました。ところが老舗の味に目をつけたある企業がのれんを引き継ぎ、陳屋は復活します。老舗ののれんをそのまま我々がオペレーション屋として再現するということにチャレンジをしようと。店の内装もすき焼きの味もそっくりそのまま再現。新たに店長を任されたのは和食店は未経験の女性。プレッシャーが、歴史の重みがもう浅草の老舗すき焼き店復活プロジェクトに密着しました。去年10月、陳屋復活に向けた会議が始まっていました。こだわるところはすき焼きの美味しさなので、それをそのまま継承しながら作っていきたいな。今までの陳屋さんのいろんな懐かしい部屋にリメイクできたら面白いかなっていう。老舗陳屋ののれんを引き継ぐのは、国内外で20以上のレストランブランドを運営する会社。自分たちのノウハウを生かし、陳屋をチェーン展開しようと考えました。伝統の味とサービスを受け継ぐため、6代目だった社長がアドバイザーに。かなり違和感なく再現できる形になってくるんじゃないかなと、そこはとっても安心というか期待しています。もともとは雷門近くでしたが、老朽化のため浅草駅から徒歩8分ほどの場所に移転、老舗割烹を改装します。1階が何坪ですか？ 48.8 坪です。2階が 63.8 坪。1階は厨房と精肉販売のスペース、2階が客席になります。旧陳屋さんと比べると狭いですが、いやいや、でも雰囲気をね、残していただいてますから。そうですか。これは以前の陳屋、畳敷きの和室と明治時代をイメージした洋室がありました。今年2月には新たな陳屋の店舗が完成。店内はできる限り元の店を再現しました。大広間には新しい畳が敷かれ、テーブル席がずらりと並びます。そして洋風デザインの個室も用意しました。
絵画や置物、そして鍋などは旧陳屋から引き継がれています。一方、スタッフの多くは新規採用ですが、旧陳屋からも中井さんや料理人が10人ほど参加しました。違いますね、プレッシャーが、歴史の重みがもう新たな陳屋の店長を務めるのが鈴木陽子さん。これまで5つの店で店長を務めてきたベテランですが、今回初めて和食の店を担当することになりました。陳屋復活のためには、まず老舗ならではのサービスを引き継がなければなりません。鍵を握るのは中井さんたちです。大変だなって思ってる中井さんとかいらっしゃったら、あの、自分から声をかけてやりましょうかとか、絶対協力も必要だと思うので、それがお客様を待たせないとか、ね、あの、満足度にもつながると思うので。もちろん味もそのまま。まずこだわるのはお肉。 A4 で、適度なその脂が乗った黒毛和牛の名数種、程よい脂に旨味ある赤身、それを陳屋伝統の焼き方で提供します。まずは千住ネギの片面を焼き始めて、その間に生卵を溶きます。ネギにほんのり焦げ目がつく頃にひっくり返し、上にお肉を乗せて割り下を注ぎます。お肉に割り下の甘みとネギの香りが染み込んで、程よく火が通ったところでお客さんに出します。絶妙な焼き加減で提供するのが中井さんの腕の見せどころ。そして3月、店長やスタッフにとっての正念場がやってきました。あの、前の陳屋さんの顧客の方中心ですね。待ってました、この日をっていう方が多い。今日は本当にプレッシャーです。この日は陳屋の常連客に向けた特別営業です。よかったですね、辛くてね。長年陳屋に通っていたお客さんばかり。サービスも味も前と変わらないと感じてもらえないと、陳屋復活とは言えないのです。スタッフはきちんと対応できているか、店長は動き回り目を配ります。じゃあ楓さんに言ってください。ちょっと冷蔵庫閉めてもらっていいですか。気をつけてね。大丈夫？大丈夫？頑張ります。新人スタッフには特に気を使います。こちらの中井さんも新人、入社1ヶ月でこれまでスタッフ相手に練習してきましたが、実際のお客さんを相手にサービスをするのは初めて。ちょっと緊張気味です。少し先輩の中井さんは、旧陳屋には結構いらっしゃってた、はい、お客さんと会話しながらサービス。一方、新人さんは黙々と作業していました。生卵の溶き方もどこかぎこちない様子。ネギの焦げ目が薄い茶色になるくらいが理想なんですが、うまくいったのでしょうか。ちょっとネギが焦げてしまいました。申し訳ないです。お客さん優しくてよかった。集中できなくてちょっと、もう一回リベンジしたいです。この日来た常連客たちは昔と変わらないと陳屋復活を喜んでくれたそうです。ぎこちなくなるかなと思ったんですけど、みんなすごい頑張ってと思います。そしてグランドオープンの日、およそ7ヶ月で陳屋は完全復活しました。新たなお客さんを獲得するために3種類のランチも開発しました。こちらは肉まぶし御膳、自家製のタレで味付けした角切り牛肉を
出汁で味わうという一品。頑張っていきましょう。はい、じゃあ本日も一日よろしくお願いします。お願いします。第一歩を踏み出した新たな陳夜、店長の思いは。伝統を残しつつも新しい陳夜っていうものも作って、その他の新しいお客さんもついてきてくれればなと思っております。まずは台東区浅草、雷門から歩くことおよそ3分。あちらですかね。わ、行列できてますよ。おお、すごいすごい。餃子の王様の前に皆さん並んでらっしゃいますよ。こちらが噂の人気店、その名も餃子の王様。餃子が平日1000個も売れる店です。1階は厨房とカウンターが6席、2階はテーブル席が24あります。こちらは3代目店主の佐々木光明さん。ちょっとどうぞ。はい、お手持ちいただきまして。日曜日はお姉さんがレジに立ち、どうもありがとうございます。先代の2代目も仕込みを手伝います。家族を中心に切り盛りする店。こちら餃子だけでなく町中華のメニューも豊富なんです。中でも人気なのはニラレバ炒め780円。新鮮なレバーを丸ごと仕入れ、片栗粉をまぶして一度揚げています。揚げることでレバーはふっくらしっとり、タレがよく絡み旨味も抜群と評判です。また豚肉、キャベツ、人参など野菜もたっぷり入ったタンメンも人気。とはいえ看板メニューはやはり餃子。平日でもおよそ1000個、週末には行列がずらりと伸び、多い日には3000個も売れるというから驚きです。どうしてこんなに売れるのか。浅草に来たら必ず寄るというお客さんは、粉はねあっさりしていくつでも食べられる。こちらの女性2人で餃子4人前、埼玉から毎週通っているとか。ヘルシーなんですよ、揚げてるんですけど、餃子小さいし、なんかゼロカロリーなのかな。違うと思いますけど。そこでリポーター坂田も看板メニューの餃子を注文。はい、王様餃子お待ちどおさまです、はい、おこれが王様の餃子ですか。王様の餃子6個入り420円。一見揚げ餃子のようですが、裏返すともっちりツヤツヤ。その味は、ほぼキャベツ。うわ、もう表面がカリッと香ばしいんですよね。その中からたっぷりのキャベツの甘みが口いっぱいに広がりますね。キャベツがとってもこうなんか繊細な食感なので、口当たりが滑らかで、なんかもう一つみたいな感じで、もうこう止まらなくなりますね。本当に一体どのように作っているのか。これがうちの王様餃子です。おお、うわこの鮮やかなグリーン、肉どこ行ったみたいな感じですよね。そう、野菜が9割5分ですから。はあ、もう9割5分野菜です。野菜、はい。材料は至ってシンプルですが、割合が独特。キャベツが9、香味野菜が 0.5、 肉はつなぎなんだとか。特にキャベツの切り方にはこだわりが。キャベツってこう丸い中の下が芯じゃないですか、はい、芯の部分と上の部分をまず切り分けて、うん、でキャベツの中の部分も詰まってる部分を切り分けて、もちろん切り方も変わってくるし、へー、そう、やっぱそこがあの全てがこう滑らかに感じる
キャベツの方法ですよね。どういう風に作ってるんですか？それはね、秘密なんですよ。秘密？あんの仕込みは店でも3代目と2代目の2人だけが担当する、まさに一子相伝、秘伝のレシピなんです。皮で包むとき、あんがたっぷり入るようにひだはつけません。だから小ぶりでも食べ応え十分になるとか。ここでもう握った餃子はもうすぐにこちらで焼くので、はい、もう握りたてを焼いてるっていうのは、これも一つのこだわりなんですよ。焼き方も独特、たっぷりの油に水を少々、これで揚げ焼きに。肉が少ないので焼き時間は2分ほど。油を捨て、焼き目がついたら出来上がり。もう60年以上通っているというこちらは、87歳になったの。お元気ですね。来られるとね。餃子のおかげで。餃子のおかげで。ご主人のこともご存知の人がこんな時よ。うん。もうこんな大きい青年になっちゃったじゃない。餃子食べてから元気なの。そうよ。言った。常連客にとことん愛されているこの店。創業当時の屋号はシンプルに餃子屋。餃子の王様という名前は客の一言がきっかけでした。その当時いらしてたお客さんが、こいつは餃子の王様だよって。その餃子の王様だよっていうのをヒントに、餃子屋王様っていうのにした。野菜がいっぱいの餃子になったのは、当時は肉が高価だったからという説も。こうして初代が始めた餃子を堅くなに守り続けています。味は変えない。もちろん自分が美味しいなって変えたとして、それは自分が美味しいと思ったとしても、お客様はこれを目指してきてるんで、頼もしいですよね、うん、こちらの餃子にはもう一つ、肉餃子というのがあります。2代目が考案しました。その名の通り、肉の旨味がじゅわっと口いっぱいに広がる餃子です。いつ来ても同じ味、世代を超えて愛される店には、それを守る家族がいました。まずは台東区浅草から。専属通り沿いにあるのがこちら、創業明治36年の喫茶店、電気屋ホールであります。店の看板の文字にも歴史を感じます。いらっしゃいませ。奥へと進みますと、店内ではゆったりと座れるベンチシートや懐かしのゲーム付きのテーブルがお出迎え。レトロな雰囲気で、常連さんや観光客でいつも賑わっています。店を守るのはこちらの2人の女性。常連さんの相手をするのは90歳の看板娘、2代目おかみの米子さん。客の飲み物や食事を作るのは3代目の吉江さん。そんな店の看板メニューは、おもまきをお待たせしました。これ元祖おもまきです。大正時代から脈々と受け継ぐ元祖おもまき700円。卵焼きから出てくるのは、焼きそばが出てきましたよ。具はキャベツだけですけど、甘みをほのかに感じて、どこか懐かしい味がします。これは特別の麺なんです。焼きそばに使う麺は、製麺所が電気屋ホールのために特別に作る二度蒸しした深蒸し中華麺。もっちりした太めの麺にソースがよく絡みます。これよかったらどうぞお使いください。米子さんが持ってきたのは4種類の唐辛子。
電気屋ホールではお好みをかけていただきます。中でもおすすめが黒七味。確かにこの黒七味をかけたらなんだかすっきりした味になりましたね。電気屋ホールの歴史が始まったのは今から119年前の明治36年のこと。初代虎蔵さんがこの地で電気修理店を始めました。しかしその翌年始まった日露戦争で兄を失った虎蔵さん。大正時代に入ると女性や子供たちだけでも長く続けられる商売をということで店を甘味処に大転換。店はその後の関東大震災や昭和16年から始まった太平洋戦争も乗り越えてきました。米子さんが初代から伝え聞いたのはこうした苦難にも負けないあきんど魂でした。関東大震災で焼かれて、あとは戦争で焼夷弾で焼かれて、みんなお店やってる人は露店で物を売ったらしいですよ。米子さんが電気屋ホールへ嫁いだのは街頭テレビのプロレス中継に多くの人が熱狂した昭和30年。当時の様子を米子さんは、田舎から中学卒業した女の子が5人ぐらい住み込みでいて、吉原があって、ここの裏が花町が盛んで、もう芸者さんが夕方になると臨時車で行ったり来たりして、こういい町だなと思いましたよ。昭和30年代の浅草には劇場や映画館がいくつもあり、いつも多くの人で賑わっていたとか。夏の風物詩として今でも続く植木市や、酉の市の日は特に忙しかったといいます。こちらは10歳の頃から70年店に通う今枝よし子さん。よし子さんが当時の様子を教えてくれました。通りからこっち渡るのに結構大変だったんですよ。切れないんだからないしろ、歩いてる人が。夜中の3時だとかね、うん、お鳥様は3時までお客が切れなかった、うん、ね、すごかったもん、あの時はね、うん、3時までお客さん取り切れなかったんですか。そう、お鳥様は1日だからいいんだけど、あの植木市は2日だからね、恐ろしかったその頃よく出たのが名物のおむまきと、当時から人気の小豆を煮込んだ飲み物、ゆで小豆。甘すぎないんですけど、優しい甘みが癖になりますね。小豆の粒も大きくて美味しい。このゆで小豆に使う豆は北海道産のダイナゴン小豆。粒が大きく香りがいいこの小豆を3日間かけてじっくり炊き上げます、うん、そして時代は流れて平成12年、高橋尚子がシドニーオリンピックで金メダルを取ったこの年、電気屋ホール最大のピンチがありました。母がやっぱり交通事故でちょっと入院した時、やっぱりそれはちょっとピンチかなと思いました。自転車に乗っていた米子さんが車に接触、転倒して腰椎を圧迫骨折、3ヶ月の入院を余儀なくされました。その時米子さんを励ましてくれたのが常連客でお友達の吉子さんでした。年中その前から一緒に旅行行ったり、まあ、あちこちね行ったりねしてたから、その間やっぱり寂しかったし心配だったしね。だから私顔見に行くためには元気出そうな顔してよかったと思ってね店を愛する常連客は他にもたくさんいます。古い食器や年代物の扇風機、錦絵もすべて常連客からの贈り物なんだとか。浅草の地で店は119年。店のこれからについて聞いてみると、ずっと続けてもらいたいと思います。そして米子さんの後を受け継ぐ吉江さんは、お店には欠かせない本当に名物お嬢さんなので、はい、本当うちのお姫様としてずっと続いてもらいたいし、ずっと長生きしてもらいたいし。
浅草で生まれ育ったオム巻きとゆであずきのうまい店。浅草の地でこれからも歴史を刻み続けます。下町浅草にも食材の値上げラッシュに苦しむ飲食店がありました。創業90年を超える白雅は地元に長く愛されるザ・町中華。店を営むのは4代目店主の石塚慎太郎さんと奥様の純子さんで、夫婦をサポートするのは純子さんの母悦子さん、3代目店主を務めた忙しい時の心強い助っ人です。安くてうまいがモットーの下町の町中華、50ほどあるメニューの中でも人気はふわふわ卵に甘酸っぱいあんがベストマッチな天津丼や五目具材のチャーハン、醤油味の効いたしっとり系の食感が昔ながらの味わいと評判の一品です。食欲そそるメニューが揃う中、外せないのが一口噛んだ時に玉ねぎの味とお肉の味がすごい混ざり合って、お肉の塊を食べてる。店の名前を冠した看板メニュー、白雅のシューマイ、5個で550円。豚肉の旨味と玉ねぎの甘みのハーモニーにハマっちゃう人が続出。80皿以上出ることもあると言います。おいしい。しかし今、その味を支える玉ねぎに問題が。今玉ねぎ3倍ぐらいしてるんで、今まで多分100円台のものが500円まで上がっちゃってるんで、もう今ちょっと、ね、ちょっと踏ん張る時だね、今がね。人気メニューが出れば出るほど経営を圧迫していました。店の創業は昭和の初期、以来100年近く地元に愛されてきました。今はサポート役に徹する3代目店主を務めた悦子さんは初代の孫にあたる方。実は彼女が店主を務めていた時代、店は彼女の代で終わるはずでした。それは一人娘純子さんの進んだ道が関係していたのです。いいですね。純子さん、15歳でミス日本フォトジェニック賞を受賞し、芸能の世界へ。自らが選んだ道へ進んだ娘に、母は。まあ、純子は純子の人生があるし、と思ってたんですけど、純子が鍋振ることはできないので、これでもう、もしかしたらダメ終わっちゃうのかなと思う。一人娘が自分の人生を歩み始めた。他に後を継ぐ人はいない。100年近く続いた店も3代目の私で終わり、そう思っていたんですが、数年後会ってほしい人がいると娘が連れてきたのは、中華料理店で鍋を振った経験もある慎太郎さんでした。店の存続を諦めていた悦子さんは、新たに家族に加わった息子に、4代目のバトンを託しました。この先代の味っていうか、この懐かしい味っていうのを続けていきたいなと思ってるんで。お客さんに長く愛される味を守るべく、4代目が欠かせない確認事があります。それは、3代目の悦子さんが作るチャーハンの味を確かめること。初代から続くこの店ならではの味と、今自分が作っている味とにブレはないか、定期的に確かめているんです。
大丈夫だと思います。お醤油が強くなりすぎたりするんで、やっぱり定期的にちょっと食べないと。この味を楽しみにやってくるお客さんのため、4代目の努力は続きます。人が徐々に戻り始めた浅草、客足も上向き嬉しい反面、今度は食材の値上げラッシュ直撃する難題に4代目は痛いです。でもやっぱりなかなか上げられないですよね。はい、店にはどうしてもメニューの値上げに踏み切れない理由があったんです。浅草で100年近く続く家族で営む町中華、食材の相次ぐ値上げで経営は抜き差しならない状況に。ラードの値上がりは激しく、仕入れ値は4割以上もアップ。めちゃくちゃ高いです。物が上がったから値段を上げますっていうのは、やっぱり来てくださってるお客様にもなんか申し訳ないなって。コロナ禍のこの2年、外食は控えられ、苦しい経営が続いていました。そんな中でも変わらずに通い続け支えてくれたのは、ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。顔なじみの地元のお客さんたちでした。ありがとうございます。おやすみなさい。地元の方々に支えられてるっていうのはすごく感じましたね。だからね、なかなかね、値段は上げれない。苦しい時に支えてくれた人のためにも、簡単には値上げに踏み切れない。理想と現実の狭間で苦悩する日々は続きます。人気の観光スポット浅草、昭和28年に創業した町中華太陽は地元客に大人気の味です。なんか知らないけど食べたら不思議な味、魔法。二代目を継いだのがこちらの兄弟。子供の頃から店を手伝っていました。餃子は一度茹でてからラードでしっかり揚げるまん丸タイプ。5個で600円。ごろっとした豚のひき肉がたっぷりです。レトロな雰囲気を残す店内。時に有名人が来るそうで。この店がその昔風のこの昭和の雰囲気がありますんで、映画とかドラマとか、はい、そういったものの撮影によく使っていただいてます。まあ、ほんの何秒とか何分ですけども、でも ああいう映画の中で撮った場面が残ってるとか、そういうのが一つの楽しみではあります。コロナ禍になっても変わらないのが、はい、太陽です。チャーハンが2個、はい、お餃子1人前ね。出前の注文、弟さんが歩きや自転車で届けます。毎日30件以上。どうも、お待ち遠さま。とてもいつも助かってます。どうさまで。社員食堂のように頼む会社も。必ずうまいです。長年ひいきにしてくれる常連さんに支えられています。変なし、大怪我とかね、大病とかしない限りはね、露骨に頑張りたいと思います。熱々でまん丸の揚げ餃子、浅草の街で長年愛される名物です。続いては東京浅草から。浅草の専属通り商店街にやってきました。この辺りなんですが、ありました、あちらですね、弥生さん。1924年創業の食堂弥生。のれんに中華洋食って書いてありますね。失礼します。あ、こんにちは。ご主人でいらっしゃいますか。はい、いらっしゃいませ。お、なんかちょっとくつろげそうな感じのお店で、いいですね。
大正時代にオープンしたお店の三代目、大西さんです。創業時はカフェスタイル。浅草で洋食とお酒を出すハイカラな店と評判に。戦後は二代目の大西さんの父親が中華料理店で修行し、ラーメンも出すようになりました。そして今、三代目の大西さんが作る人気メニューがポークソテー。分厚い豚肉を丁寧に焼き上げ、柔らかくしっかり肉の甘みが味わえる一品。自家製デミグラスソースをかけていただく古き良き日本の洋食スタイル。すごいんですよ、大迫力、大ボリューム私のほら手ぐらいあるんですけど、厚みがまたすごいんですよ。これすごいですね。すごい綺麗な断面してますね。さてそのお味は、ジューシーでしっとり柔らかくて、でも表面はサクッとちょっと軽やかな食感なんですよ。さらにからしをつけていただく懐かしの洋食スタイル。からしのこうちょっとピリッとした辛みが味を引き締めてくれて、昔ながらの洋食の贅沢な食べ方この人気メニュー、完成まではちょっと時間がかかります。まず 300g の厚切り豚肉に粉を薄くつけて、肉の旨味が逃げないようコーティング。そして焼く油はこだわりのオランダ製の高級ラードとサラダ油をブレンドしたもの。しかも最初は低温から焼き始め、ゆっくり加熱して肉の旨味を閉じ込めるんだそう。これ大西さんが試行錯誤の末に生み出した豚肉を柔らかく仕上げる焼き方。両面焼いたらお酒を入れてフランベ。火加減を調節しながらおよそ15分、ようやく焼き上がりました。しかし、この調理法、先代のポークソテーとは全く違うんだそう。親父がに教わって、で自分で改良してより良くしたっていう。豚肉を柔らかく仕上げる火加減に加え、仕上げのデミグラスソースも三代目が苦労の末に生み出した味。準備は前日から。まずは牛すじ肉にトマトや人参を加えて煮込む、大正時代から続く洋食の技です。さらに三代目が生み出したアイデアが、豚足や鶏のもみじを使った中華スープ。中華と洋食の二刀流というかハイブリッドでやってるんでハイブリッド、はい、はい。デミグラスソースも結局うちは中華スープで煮込んでまして、はい、ですから牛と豚と、鶏と3種類入ってますので。父親の中華スープと祖父の洋食の技を合わせ生み出された特製デミグラスソースなんです。じっくり焼いた豚肉と相性抜群の味に惚れ込んだファンは、ノスタルジックな味で結構好きな感じですね。お肉がとても柔らかい。あとやっぱりこのデミグラスソースですね。あっさりしてて全然しつこくないので。あ、来た来た、来ました、はい、ありがとう。食べて。ポークソテーのためにわざわざ予約をして食べに来る常連さんも大勢いるんだそう。100年近く続く店で新しい味を生み出してきた三代目。料理に対するこだわりは、いつか味に飽きて常連さんもなんか前より美味しくないなとか感じたりすると思うんで、常により良いものを作るように努力はしてるつもりなんです。やっぱりゴールはまだないですね。大正時代から愛され続ける味。お客さんにとっての美味しさにこだわり、日々改良しながら続いていくレトログルメです。まず私が訪ねたのは東京浅草にあるビル。
ビルの中とは思えないほどお祭り一色ですね。ここは去年7月にオープンした飲み屋街。こうした場所はネオ横丁とも言われ、路地ではなくビルの中に居酒屋が軒を連ねているんです。ここでは週末になるとお祭りイベントも開催。これを目当てに訪れる外国人の方も多いそうです。中にはお寿司や串焼きなどの専門店が7店舗入っており、さまざまな日本の味を楽しむことができるんです。私が気になったのはうなぎの専門店。ここで提供しているのはうなぎで串って、私初めて。うなぎの肝やかば焼きがセットになった盛り合わせ。うなぎを手軽に味わってほしいと串焼きで提供していて、白焼きは特製のだしを使って仕上げています。中の身もすごくふわふわで、皮目のパリッとした食感が本当に美味しいです。あー、これはお酒が進む感じの説得力ありますね。去年の入国規制緩和以降、外国人観光客が増え、客の3割ほどが外国人だといいます。たくさんのインバウンドの方々に来ていただきたいな、まあ飲んでいただきたいなってのが一番ですかね。去年12月に来日した外国人は推計137万人。まだ新型コロナウイルス感染拡大前の半分ほどですが、去年の100倍以上にまで回復していました。続いての外国人に人気のネオ横丁は新宿駅のすぐ近く、去年10月にオープンしました。ビルの中2階から地下2階まで4フロア全てがネオ横丁。17の個性あふれる居酒屋が軒を連ねていて、外国人旅行客に人気の場所なんです。こちらはドイツ人と日本人のカップル。お会計を済まして帰るのかと思いきや、まさかのはしご酒。選んだ店は初めに飲んでいたお店の隣の店舗。何でも気になったメニューがあったのだとか。すごい巨大な杯に入った4リットルのレモンサワー。4リットル、確かに、こちらのお店でも4割強の客が外国の方だといいます。食プラスですね、コミュニケーションというかあるというところを、まあ、ぜひ知っていただければ。日本の文化にも触れることができると外国人に人気のネオ横丁、その広がりに期待が寄せられています。職人技が光る絶妙な焼き加減。長年継ぎ足してきたというタレにくぐらせた自慢のうなぎ。夏の風物詩、うなぎを冬でも美味しく食べてほしいと、うな重に、ニンニクをトッピングしていただく、増し増しということで2倍、3倍、4倍、5倍まで、お好きな量を。うなぎと刻みニンニクをセットにしたニンニク増し増しアレンジが楽しめるうな重が登場。ニンニクの量は5倍増しまで選択可能だといいます。うなぎとニンニク、スタミナ食材のありそうでなかった組み合わせ。その味は、うなぎの香ばしさと刻みニンニクの食感と香りがよく合います。
メニューが生まれたきっかけは、常連様からの、ヒントを得て、開発に至りました。ニンニク好きの常連客からの一言がヒントに。うな重の伝統を守りつつ新しい味に挑戦したということです。東京を代表する観光名所浅草といっても、浅草寺の裏側奥浅草は少し趣が異なるエリア。わ、なんか金色に輝くおみこしがありますよ。金ピカで立派なおみこしがあったり、雨が降るように細いクリームを何層にも重ねた人気スイーツがあったり、蓋を開けると湯気とともに出汁の香りが広がる釜飯は、中から具材が顔出しますね。そして大量の大根を前にお祈りする人や、壁一面に積み上げられたこの箱が人気だという喫茶店も。ということで、今日は意外と知らない大人の奥浅草をぶらーりとグルメ散歩します。新たな魅力に出会えるぶらーり東京グルメ散歩奥浅草編。浅草寺裏側のことと通りにやってきました。ちょうどあちらが浅草寺なんですけれども、あちらのにぎわいとは打って変わって、ちょっとこっちの方は人通りも少なくて落ち着いた雰囲気ですね。浅草寺裏のことと通りより北側に位置する奥浅草には、江戸時代から続く花柳会があるなど、少し違ったイメージの浅草があります。そんな意外と知らない奥浅草をぶらりグルメ散歩。まず浅草寺裏の交差点から1分ほど歩いたところで見つけたのは、何これ、和栗モンブランの専門店って。わー、めっちゃ美味しそうじゃないですか。こう SNS とかでよく見かけますね。私気になってたんですよ。ちょっと入りましょう。2020年オープンの和栗モンブラン専門店栗穂浅草本店。落ち着いた雰囲気の店内は16席ほど。そんな店で食べられるのが国産和栗のモンブラン。和栗のペーストは愛媛県産を中心に、各地の和栗をブレンドしたもの。なんかちょっと昭和のモンブランとは違いますね。すごいな、おしゃれ。これどうやって食べたらいいんだろう。なんだこれ、何この音、サクって言ってる。うわー、何これ、メレンゲ。中はスポンジケーキに焼きメレンゲと生クリーム、そこに細さ1ミリのモンブランクリームを何層にも重ね、最後に和栗のスライスを乗せれば完成。スポンジ、メレンゲ、クリームと一緒にいただきます。さて、そのお味は。このモンブランペーストが繊細な糸のように折り重なってて、それが口の中でふわーっと、もう栗の濃厚な甘みと風味が広がって、とね、しっとりとしたスポンジとこの軽やかな食感のメレンゲがまた最高に相性がいいんですよ。多い時には1日200個以上売り上げるという人気商品。注文を受けてから作るため、目の前で仕上げられるライブ感があるのも人気の一つ。1年を通して食べられるのは浅草店だけだという濃厚抹茶のモンブランも人気だそうです。店を出てことと通りを隅田川方向へ。わー、目の前にスカイツリー。やっぱり大きいですよね。なんかこうやってスカイツリー眺めながら散歩できるのもいいですね。ここで坂田さんの目にあるものが飛び込んできました。わ、なんかすごい金色に輝くおみこしがありますよ。失礼します。うわ、すごいですね。もう細工一つ一つが本当に細かいですよ。
宮本宇之助商店は創業1861年の老舗で、太鼓やみこしなど祭礼道具の専門店。宮内庁御用達として楽器を収めたり、浅草三社祭りに関するみこしも制作しているそうです。立派なおみこしですね。ありがとうございます。実は私ですね、三社祭りずっとおみこし担いでるんですよ。そうですか。そう、鼻にで。浅草に住む友人に誘われたのがきっかけで、気づいたらお揃いの飯店鉢巻きを揃えていたんだとか。じゃあこちらのおみこしを担がせていただいたので、はいはいはい、ありがとうございます。みこしの展示のほか、和太鼓の展示販売などもしています。値段的には少し高いイメージですが、作り方を聞いたら納得。太鼓の胴も、はい、あの一本の一木をくり抜いて作ったものになりまして、はい、樹齢100年ですか200年ですか、そういった年数をゆっくり長い時間かけてじっくり育った欅を使ってます。すごい。だからなんか和太鼓ってやっぱなんかこう、あの魂に響くんですかね。今度は和太鼓にもハマってしまいそうですね。さて、そろそろお腹も空いてきた坂田さん、奥浅草で人気だというお店に着きました。1968年創業の釜飯むつみ。地元の人や近くで働くサラリーマン、週末には観光客なども多く訪れるそうです。一番人気という五目釜飯を注文。蓋を開けると、だしと具材の香りが。いい香り。ただ、五目釜飯という割には、なんだか具材が少ない。しゃもじでかき混ぜてみると。この五目釜飯、中から具材が顔出しますね。いただきます。まずこう香りでその出汁の豊かさを感じて、でその出汁をしっかりと染みてるお米のふくよかさで、もその出汁のうまみとさらにこう具材のうまみ、お米がね吸って、ほんと上品でふくよかな味わいですね。炊き方がちょっとよそと違うところがあるので、はじめちょろちょろ中パッパ、赤子泣いても二通るなっていう、ね、お米の炊き方の真逆を初代のおかみが考案をして、はい、その炊き方はまず鶏肉、アサリなど5種類の具材を乗せ、初代のおかみが作ったという50年以上変わらぬ秘伝の出汁を入れて火にかけます。ここからがこの店特有の作り方。最初から強火にして、しかも蓋をしないんです。この状態で数分炊き上げたら、釜の中全体をかき混ぜます。こうすることで、出汁と具材の味が全体に行き渡り、どこを食べても同じ味の釜飯に仕上がるんだそう。中の状態を確認したら、蓋をして弱火で15分ほど、数分蒸らして提供します。沈ませてるというか、行き渡らせてるので、パカッと開けた時の見た目、ビジュアル面は、インスタ映えはしません。写真で映えなくてもいいんです。この味を求めて、多くのお客さんが訪れます。そして、あの炊き方で、美味しいおこげを作ることも意識してるんだそう。釜飯好きにはたまらないですよね。散歩の途中で坂田さんが気になったのが、チョコレートや焼き菓子などオリジナルスイーツを販売するのわけ東京。住宅街にひっそりと佇む小さな洋菓子店です。気になったのはこちらの可愛らしいお菓子。あのチョコのケースの中に、あのフルーツのキャラメルソースを入れてまして、その名もボンボンキャラメル。
丸いチョコレートの中に果物の旨味を凝縮させたキャラメルソースが入ったもの。人気だというバナナとオールスパイスをいただいてみました。スパイスの風味とこう香りがふわーって鼻から抜けていって、後からチョコレートが溶け出して中のそのキャラメルのバナナの風味が広がっていくんですけど、めちゃくちゃ高級なチョコバナナですね。実はこちらの店、始めた頃は全く違う営業スタイルでした。2009年に、はい、商売始めたんですけど、その当時は、木造の屋台、これを使って表参道の街中でこれを引いて、もともとは屋台で営業をしていたそうで、そんな創業時の思いをいつまでも大切にしたいという気持ちから今も屋台を店内に置いているそうです。ボンボンキャラメルの種類は8種類、好きな組み合わせで花束のように包み贈り物として買っていく人がほとんどだそう。続いて向かったのは、松山商店って読むそうですよ。なんかこんな奥浅草にパワースポットがあったとは知らなかった。浅草寺の寺院の一つで創建されたのは595年という1400年以上の歴史を持つお寺です。その境内にはちょっと変わったものが置かれていました。あ、なんか大根がたくさん置いてありますね。こうなんか真っ白でピーン、綺麗な大根ですね。でもなんでこんなに大根がたくさん置いてあるんだろう。境内に置かれていたのは大根、実はお供え用なんですが、でもなぜ大根なんでしょう。聖天様の御利益のシンボルマークになっておりまして、大根っていうのはですね、はい、この体の体内の毒素を中和するという、はい、そういう働きがございますので、捧げることによってですね、その身体健全、それと同時に心の毒もこう消していただいて、お願い事を叶えやすくしましょうと、はい、シンボルという大根と巾着は境内のあちこちに見られ、巾着は商売繁盛、大根は身体健全の象徴としてその御利益を表したもの。これは浅草の街並みを歌川広重が描いた浮世絵で、お参りする人の手にはしっかりと大根が。連日多くの人が大根をお供えに訪れています。月に1回とか週に1回とか定期的に来ている人が多く、巾着のご利益からか商売人の方も多いんだそう。そしてお供えを終えた大根は翌日誰でも持ち帰ることができるんです。寺で供養された大根、縁起が良さそうですね。ちょっと歩き疲れた坂田さん、こちらもう看板にまず惹かれちゃいますね。喫茶あかね、ちょっと入らせていただきましょう。こんにちは。こんにちは。昭和52年開業の喫茶あかね、レトロな看板が歴史を物語ります。昭和の雰囲気が漂う店内では、2代目でマスターの綾部修二さんがサイフォンで入れる香り高いコーヒーを提供しています。早速おすすめの一杯をお願いしました。坂田さんをイメージして選んでくれたというクレオパトラというコーヒー。はあ、いい香り。もう熱々で美味しいですね。なんかこの本当にコーヒー飲みながらここ何時間でもいられそうな感じがします。ご主人、私さっきから気になってたんですけど、はい、なんか辺とか、はいはいはい、辺とか、はい、箱がたくさんありますけど、はい、あれ何ですか。いわゆるボードゲームです。あ、ボードゲーム、はい、すごい種類たくさんありますよね。そうですね。壁際に積み上げられた箱はおよそ300種類のボードゲームだったんです。
ボードゲーム好きのご主人が家に置いていたところ、奥さんに邪魔扱いされたことから、店でお客さんに楽しんでもらおうと置くようになったんだとか。それを目当てに週末などにはボードゲーム好きが集まります。一人でもグループでも楽しめるそうです。いろんなボードゲームが遊べるので、もう箱を見てるだけで楽しいですし、なんかボードゲーム好きとしてはすごいいるだけで楽しい空間だと思います。そしてゲーマーに人気なのが、前日までに予約すれば食べられる特製のサンドイッチ。コロナ禍でゲーム中の食事は控えてもらっていますが、ゲームの合間に食べられるのも人気の理由。チーズと自家製の鶏ハムの上に人参のラペを乗せ、その上にコールスロー、豆苗にレタスを乗せて、パンで挟んだボリューム満点、彩り鮮やかなサンドイッチです。いかがですか、坂田さん。野菜のシャキシャキ感、人参のラペもそうですし、コールスローもレタスもシャキシャキ、サンドイッチなんですけどサラダ食べてるみたいな感覚ですね。ちなみにランチで人気なのは生姜焼きやハンバーグなどボリューム満点のメニュー。特にお米は栃木の契約農家から仕入れたものを毎朝精米し炊き上げているというこだわり。もともとは店主の母親が営んでいた店を2016年に受け継ぎました。店は子供の頃から遊び場だったそうです。私が母のお腹にいる頃から始まったお店なので、今からは作れないような雰囲気だと思いますので、できればずっと残っていきたいなと思ってます。新たな魅力に出会えるぶらーり東京グルメ散歩、意外と知らない大人の奥浅草でした。サシの入って柔らかい肉と甘い割り下、こだわりの味で人気だった浅草の老舗すき焼き専門店陳屋。コロナ禍で客が減り、去年8月142年の歴史に幕を下ろしました。ところが老舗の味に目をつけたある企業がのれんを引き継ぎ、陳屋は復活します。老舗ののれんをそのまま我々がオペレーション屋として再現するということにチャレンジをしようと。店の内装もすき焼きの味もそっくりそのまま再現。新たに店長を任されたのは和食店は未経験の女性。プレッシャーが、歴史の重みがもう浅草の老舗すき焼き店復活プロジェクトに密着しました。去年10月、陳屋復活に向けた会議が始まっていました。こだわるところはすき焼きの美味しさなので、それをそのまま継承しながら作っていきたいな。今までの陳屋さんのいろんな懐かしい部屋にリメイクできたら面白いかなっていう。老舗陳屋ののれんを引き継ぐのは、国内外で20以上のレストランブランドを運営する会社。自分たちのノウハウを生かし、陳屋をチェーン展開しようと考えました。伝統の味とサービスを受け継ぐため、6代目だった社長がアドバイザーに。かなり違和感なく再現できる形になってくるんじゃないかなと、そこはとっても安心というか期待しています。もともとは雷門近くでしたが、老朽化のため浅草駅から徒歩8分ほどの場所に移転。老舗割烹を改装します。1階が何坪ですか？ 48.8 坪です。2階が 63.8 坪。1階は厨房と精肉販売のスペース、2階が客席になります。旧陳屋さんと比べると狭いですが、いやいや、でも雰囲気をね、残していただいてますから。そうですか。これは以前の陳屋、畳敷きの和室と
明治時代をイメージした洋室がありました。今年2月には新たな陳屋の店舗が完成。店内はできる限り元の店を再現しました。大広間には新しい畳が敷かれ、テーブル席がずらりと並びます。そして洋風デザインの個室も用意しました。絵画や置物、そして鍋などは旧陳屋から引き継がれています。一方、スタッフの多くは新規採用ですが、旧陳屋からも中井さんや料理人が10人ほど参加しました。違いますね、プレッシャーが、歴史の重みがもう新たな陳屋の店長を務めるのが鈴木陽子さん。これまで5つの店で店長を務めてきたベテランですが、今回初めて和食の店を担当することになりました。陳屋復活のためには、まず老舗ならではのサービスを引き継がなければなりません。鍵を握るのは中井さんたちです。大変だなって思ってる中井さんとかいらっしゃったら、自分から声をかけてやりましょうかとか、そういった協力も必要だと思うので、それがお客様を待たせないとか、満足度にもつながると思うので。もちろん味もそのまま。まずこだわるのはお肉。A4 で、適度なその脂が乗った黒毛和牛のメス牛。程よい脂に旨味ある赤身、それを陳屋伝統の焼き方で提供します。まずは千住ネギの片面を焼き始めて、その間に生卵を溶きます。ネギにほんのり焦げ目がつく頃にひっくり返し、上にお肉を乗せて割り下を注ぎます。お肉に割り下の甘みとネギの香りが染み込んで、程よく火が通ったところでお客さんに出します。絶妙な焼き加減で提供するのが中井さんの腕の見せ所。そして3月、店長やスタッフにとっての正念場がやってきました。前の陳屋さんの顧客の方中心ですね。待ってましたこの日をっていう方が多い。今日は本当にプレッシャーです。この日は陳屋の常連客に向けた特別営業です。よかったですね。辛くてね。長年陳屋に通っていたお客さんばかり。サービスも味も前と変わらないと感じてもらえないと、陳屋復活とは言えないのです。スタッフはきちんと対応できているか、店長は動き回り目を配ります。じゃあ楓さんに言ってください。ちょっと冷蔵庫閉めてもらっていいですか。気をつけてね。大丈夫？大丈夫？頑張ります。新人スタッフには特に気を使います。こちらの中井さんも新人。入社1ヶ月でこれまでスタッフ相手に練習してきましたが、実際のお客さんを相手にサービスをするのは初めて。ちょっと緊張気味です。少し先輩の中井さんは、旧陳屋には結構いらっしゃってた。はい。お客さんと会話しながらサービス。一方、新人さんは黙々と作業していました。生卵の溶き方もどこかぎこちない様子。ネギの焦げ目が薄い茶色になるくらいが理想なんですが、うまくいったのでしょうか。すみません、ちょっとネギが焦げてしまいました。申し訳ないです。お客さん優しくてよかった。集中できなくてちょっともう一回 リベンジしたいです。この日来た常連客たちは昔と変わらないと
ちんや復活を喜んでくれたそうです。ぎこちなくなるかなと思ったんですけど、みんなすごい頑張ってと思います。そしてグランドオープンの日、およそ7ヶ月でちんやは完全復活しました。新たなお客さんを獲得するために3種類のランチも開発しました。こちらは肉まぶし御膳。自家製のタレで味付けした角切り牛肉を出汁で味わうという一品。頑張っていきましょう。はい、じゃあ本日も一日よろしくお願いします。お願いします。第一歩を踏み出した新たな陳屋、店長の思いは、伝統を残しつつも新しい陳屋っていうものも作って、その他の新しいお客さんもついてきてくれればなと思っております。まずは台東区浅草、雷門から歩くことおよそ3分。あちらですかね。うわ、行列できてますよ。おお、すごいすごい。餃子の王様の前に皆さん並んでらっしゃいますよ。こちらが噂の人気店、その名も餃子の王様。餃子が平日1000個も売れる店です。1階は厨房とカウンターが6席、2階はテーブル席が24あります。こちらは3代目店主の佐々木光明さん。日曜日はお姉さんがレジに立ち、どうもありがとうございます。先代の2代目も仕込みを手伝います。家族を中心に切り盛りする店。こちら餃子だけでなく町中華のメニューも豊富なんです。中でも人気なのはニラレバ炒め780円。新鮮なレバーを丸ごと仕入れ、片栗粉をまぶして一度揚げています。揚げることでレバーはふっくらしっとり、タレがよく絡み旨味も抜群と評判です。また豚肉、キャベツ、人参など野菜もたっぷり入ったタンメンも人気。とはいえ看板メニューはやはり餃子、平日でもおよそ1000個、週末には行列がずらりと伸び、多い日には3000個も売れるというから驚きです。どうしてこんなに売れるのか？浅草に来たら必ず寄るというお客さんは？粉はね、あっさりして、いくつでも食べられる。こちらの女性、2人で餃子4人前、埼玉から毎週通っているとか。ヘルシーなんですよ。揚げてるんですけど、餃子小さいし、なんかゼロカロリーなのかな。違うと思いますけど。そこでリポーター坂田も看板メニューの餃子を注文。はい、王様餃子、お待ちどおさまです、はい、おー、これが王様の餃子ですか。王様の餃子、6個入り420円。一見揚げ餃子のようですが、裏返すともっちりツヤツヤ。その味は？ほぼキャベツ。うわ、もう表面がカリッと香ばしいんですよね。その中からたっぷりのキャベツの甘みが口いっぱいに広がりますね。キャベツがとってもこうなんか繊細な食感なので、口当たりが滑らかで、なんかもう一つみたいな感じで、もうこう止まらなくなりますね。本当に一体どのように作っているのか。これがうちの王様餃子です。おー、うわー、この鮮やかなグリーン、肉どこ行ったみたいな感じですよね。もう野菜が9割5分ですから、はあ、え、もう9割5分野菜です。野菜、はい、
材料は至ってシンプルですが、割合が独特。キャベツが9。香味野菜が 0.5。肉はつなぎなんだとか。特にキャベツの切り方にはこだわりが。キャベツってこう丸い中の下が芯じゃないですか。はい。芯の部分と上の部分をまず切り分けて、でキャベツの中の部分も詰まってる部分を切り分けて。もちろん切り方も変わってくるし、へえ、やっぱそこがあの全てがこう滑らかに感じるキャベツの方法ですよね。どういう風に作ってるんですか。それはね、秘密なんですよ。秘密？餡の仕込みは店でも3代目と2代目の2人だけが担当する、まさに一子相伝、秘伝のレシピなんです。皮で包むとき、あんがたっぷり入るように、ひだはつけません。だから、小ぶりでも食べ応え十分になるとか。ここでもう握った餃子はもうすぐにこちらで焼くので、はい、もう握りたてを焼いてるっていうのは、これも一つのこだわりなんですよ。焼き方も独特。たっぷりの油に、水を少々。これで揚げ焼きに。肉が少ないので焼き時間は2分ほど。油を捨て、焼き目がついたら出来上がり。もう60年以上通っているというこちらは87歳になった。お元気ですね。おかげで。餃子のおかげで。ご主人のこともご存知ですか。こんな時よ。こんな大きい青年になっちゃったじゃん。餃子食べてから元気なんだ。そうよ。それ言ったの。あ、言った。ありがとう。常連客にとことん愛されているこの店。創業当時の屋号はシンプルに餃子屋。餃子の王様という名前は客の一言がきっかけでした。その当時いらしてたお客さんが、こいつは餃子の王様だよって。その餃子の王様だよっていうのをヒントに、餃子屋王様っていうふうにした。野菜がいっぱいの餃子になったのは、当時は肉が高価だったからという説も。こうして初代が始めた餃子を固くなに守り続けています。味は変えない。もちろん自分が美味しいなって変えたとして、それは自分が美味しいと思ったとしても、お客様はこれを目指してきてるんで、頼もしいですよね、うん、こちらの餃子にはもう一つ、肉餃子というのがあります。二代目が考案しました。その名の通り、肉の旨味がじゅわっと口いっぱいに広がる餃子です。いつ来ても同じ味。世代を超えて愛される店には、それを守る家族がいました。まずは台東区浅草から。専属通り沿いにあるのがこちら、創業明治36年の喫茶店、電気屋ホールであります。店の看板の文字にも歴史を感じます。いらっしゃいませ。奥へと進みますと、店内ではゆったりと座れるベンチシートや懐かしのゲーム付きのテーブルがお出迎え。レトロな雰囲気で、常連さんや観光客でいつも賑わっています。店を守るのはこちらの2人の女性。常連さんの相手をするのは90歳の看板娘、2代目おかみの米子さん。客の飲み物や食事を作るのは3代目の吉江さん。そんな店の看板メニューは、おもまき。お待たせしました。これ元祖おもまきです。大正時代から脈々と受け継ぐ元祖おもまき700円。卵焼きから出てくるのは、焼きそばが出てきましたよ。具はキャベツだけですけど、甘みをほのかに感じて、どこか懐かしい味がします。
これは特別の麺なんです。焼きそばに使う麺は製麺所が電気屋ホールのために特別に作る二度蒸しした深蒸し中華麺。もっちりした太めの麺にソースがよく絡みます。これよかったらどうぞお使いください。米子さんが持ってきたのは4種類の唐辛子。電気屋ホールではお好みをかけていただきます。中でもおすすめが黒七味。確かにこの黒七味をかけたらなんだかすっきりした味になりましたね。電気屋ホールの歴史が始まったのは今から119年前の明治36年のこと。初代虎蔵さんがこの地で電気修理店を始めました。しかしその翌年始まった日露戦争で兄を失った虎蔵さん。大正時代に入ると女性や子供たちだけでも長く続けられる商売をということで店を甘味処に大転換。店はその後の関東大震災や昭和16年から始まった太平洋戦争も乗り越えてきました。米子さんが初代から伝え聞いたのはこうした苦難にも負けないアキンド魂でした。関東大震災で焼かれて、あとは戦争で焼夷弾で焼かれて、みんなお店やってる人は露店で物を売ったらしいですよ。米子さんが電気屋ホールへ嫁いだのは街頭テレビのプロレス中継に多くの人が熱狂した昭和30年。当時の様子を米子さんは、田舎から中学卒業した女の子が5人ぐらい住み込みでいて、吉原があって、ここの裏が花町が盛んで、もう芸者さんが夕方になると臨時車で行ったり来たりして、こういい町だなと思いましたよ。昭和30年代の浅草には劇場や映画館がいくつもあり、いつも多くの人で賑わっていたとか。夏の風物詩として今でも続く植木市や、酉の市の日は特に忙しかったといいます。こちらは10歳の頃から70年店に通う今枝よし子さん。よし子さんが当時の様子を教えてくれました。通りからこっち渡るのに結構大変だったんですよ。切れないんだからないしろ、歩いてる人が夜中の3時だとかね、うん、お鳥様は3時までお客が切れなかった、うん、ね、すごかったもん、あの時はね、うん、3時までお客さん切れなかったんですか。そう、お鳥様は1日だからいいんだけど、あの植木市は2日だからね、恐ろしかったその頃よく出たのが名物のおぐまきと、当時から人気の小豆を煮込んだ飲み物、ゆで小豆。甘すぎないんですけど、優しい甘みが癖になりますね。小豆の粒も大きくて美味しい。このゆで小豆に使う豆は北海道産のダイナゴン小豆。粒が大きく香りがいいこの小豆を3日間かけてじっくり炊き上げます。うん、そして時代は流れて平成12年。高橋尚子がシドニーオリンピックで金メダルを取ったこの年、電気屋ホール最大のピンチがありました。母がやっぱり交通事故でちょっと入院した時、やっぱりそれはちょっとピンチかなと思いました。自転車に乗っていた米子さんが車に接触。転倒して腰椎を圧迫骨折、3ヶ月の入院を余儀なくされました。その時米子さんを励ましてくれたのが常連客でお友達の吉子さんでした。年中その前から一緒に旅行行ったり、あちこちね行ったりねしてたから、その間やっぱり寂しかったし心配だったしね。だから私顔見に行くためには元気でそうな顔してよかったと思ってね。店を愛する常連客は他にもたくさんいます。古い食器や年代物の扇風機、
錦絵もすべて常連客からの贈り物なんだとか。浅草の地で店は119年。店のこれからについて聞いてみると、ずっと続けてもらいたいと思います。そして米子さんの後を受け継ぐ吉江さんは、お店には欠かせない本当に名物お嬢さんなので、はい、本当うちのお姫様としてずっと続いてもらいたいし、ずっと長生きしてもらいたいし。浅草で生まれ育ったおむまきとゆであずきのうまい店、浅草の地でこれからも歴史を刻み続けます。下町浅草にも食材の値上げラッシュに苦しむ飲食店がありました。創業90年を超える白雅は、地元に長く愛されるザ町中華。店を営むのは4代目店主の石塚慎太郎さんと奥様の純子さんで、夫婦をサポートするのは純子さんの母悦子さん、3代目店主を務めた忙しい時の心強い助っ人です。安くてうまいがモットーの下町の町中華、50ほどあるメニューの中でも人気はふわふわ卵に甘酸っぱいあんがベストマッチな天津丼や、五目具材のチャーハン、醤油味の効いたしっとり系の食感が昔ながらの味わいと評判の一品です。食欲そそるメニューが揃う中、外せないのが、一口噛んだ時に玉ねぎの味とお肉の味がすごい混ざり合って、お肉の塊を食べてる。店の名前を冠した看板メニュー、白雅のシューマイ、5個で550円。豚肉の旨味と玉ねぎの甘みのハーモニーにハマっちゃう人が続出、80皿以上出ることもあると言います。おいしい。しかし今、その味を支える玉ねぎに問題が。今玉ねぎ3倍ぐらいしてるんで、今まで多分100円台のものがもう500円まで上がっちゃってるんで、もう今ちょっと、ね、ちょっと踏ん張る時だね、はい、今がね。人気メニューが出れば出るほど経営を圧迫していました。店の創業は昭和の初期、以来100年近く地元に愛されてきました。今はサポート役に徹する3代目店主を務めた悦子さんは、初代の孫にあたる方。実は彼女が店主を務めていた時代、店は彼女の代で終わるはずでした。それは一人娘純子さんの進んだ道が関係していたのです。いいですね。純子さん、15歳でミス日本フォトジェニック賞を受賞し、芸能の世界へ。自らが選んだ道へ進んだ娘に、母は、まあ、純子は純子の人生があるしと思ってたんですけど、純子が鍋振ることはできないので、これでもうもしかしたらダメ、終わっちゃうのかなと思う。一人娘が自分の人生を歩み始めた。他に後を継ぐ人はいない。100年近く続いた店も3代目の私で終わり、そう思っていたんですが、数年後会ってほしい人がいると、娘が連れてきたのは中華料理店で鍋を振った経験もある慎太郎さんでした。店の存続を諦めていた悦子さんは、新たに家族に加わった息子に4代目のバトンを託しました。この先代の味っていうか、この懐かしい味っていうのを続けていきたいなと思ってるんで。
お客さんに長く愛される味を守るべく、4代目が欠かせない確認事があります。それは3代目の悦子さんが作るチャーハンの味を確かめること。初代から続くこの店ならではの味と、今自分が作っている味とにブレはないか、定期的に確かめているんです。大丈夫だと思います。お醤油が強くなりすぎたりするんで、やっぱり定期的にちょっと食べないと。この味を楽しみにやってくるお客さんのため、4代目の努力は続きます。人が徐々に戻り始めた浅草、客足も上向き嬉しい反面、今度は食材の値上げラッシュ、直撃する難題に4代目は痛いです。でもやっぱりなかなか上げられないですよね。はい、店にはどうしてもメニューの値上げに踏み切れない理由があったんです。浅草で100年近く続く家族で営む町中華、食材の相次ぐ値上げで経営は抜き差しならない状況に。ラードの値上がりは激しく、仕入れ値は4割以上もアップ。めちゃくちゃ高いです。物が上がったから値段を上げますっていうのは、やっぱり来てくださってるお客様にもなんか申し訳ないなって。コロナ禍のこの2年、外食は控えられ、苦しい経営が続いていました。そんな中でも変わらずに通い続け支えてくれたのは、ありがとうございます。ありがとうございます。おやすみなさい。顔なじみの地元のお客さんたちでした。ありがとうございます。おやすみなさい。地元の方々に支えられてるっていうのはすごく感じましたね。だからね、なかなかね、値段は上げれない。苦しい時に支えてくれた人のためにも、簡単には値上げに踏み切れない。理想と現実の狭間で苦悩する日々は続きます。人気の観光スポット浅草、昭和28年に創業した町中華太陽は地元客に大人気の味です。なんか知らないけど食べたら不思議な味、魔法。二代目を継いだのがこちらの兄弟、子供の頃から店を手伝っていました。餃子は一度茹でてからラードでしっかり揚げるまん丸タイプ、5個で600円、ごろっとした豚のひき肉がたっぷりです。レトロな雰囲気を残す店内、時に有名人が来るそうで、この店がその昔風のこの昭和の雰囲気がありますんで、映画とかドラマとか、はい、そういったものの撮影によく使っていただいてます。まあ、ほんの何秒とか何分ですけども、でも ああいう映画の中で撮った場面が残ってるとか、そういうのが一つの楽しみではあります。コロナ禍になっても変わらないのが、はい、太陽です。チャーハンが2個、はい、お餃子1人前ね。出前の注文、弟さんが歩きや自転車で届けます。毎日30件以上。どうも、お待ち遠さま。とてもいつも助かってます。どうさまで。社員食堂のように頼む会社も変わらずうまいです。長年ひいきにしてくれる常連さんに支えられています。変なし、大怪我とかね、大病とかしない限りはね、露骨に頑張りたいと思います。熱々でまん丸の揚げ餃子、浅草の街で長年愛される名物です。続いては東京浅草から。
浅草の専属通り商店街にやってきました。この辺りなんですが、ありました、あちらですね、弥生さん。1924年創業の食堂弥生。のれんに中華洋食って書いてありますね。失礼します。あ、こんにちは、ご主人でいらっしゃいますか。はい、いらっしゃいませ。お、なんかちょっとくつろげそうな感じのお店で、ね、いいですね。大正時代にオープンしたお店の3代目大西さんです。創業時はカフェスタイル、浅草で洋食とお酒を出すハイカラな店と評判に。戦後は2代目の大西さんの父親が中華料理店で修行し、ラーメンも出すようになりました。そして今、3代目の大西さんが作る人気メニューがポークソテー。分厚い豚肉を丁寧に焼き上げ、柔らかくしっかり肉の甘みが味わえる一品。自家製デミグラスソースをかけていただく古き良き日本の洋食スタイル。すごいんですよ、大迫力、大ボリューム。私のほら手ぐらいあるんですけど、厚みがまたすごいんですよ。これすごいですね。うー、すごい綺麗な断面してますね。さて、そのお味は？ジューシーでしっとり柔らかくて、でも表面はサクッとちょっと軽やかな食感なんですよ。さらにからしをつけていただく懐かしの洋食スタイル。からしのこうちょっとピリッとした辛みが味を引き締めてくれて、昔ながらの洋食の贅沢な食べ方。この人気メニュー、完成まではちょっと時間がかかります。まず 300g の厚切り豚肉に粉を薄くつけて、肉の旨味が逃げないようコーティング。そして焼く油はこだわりのオランダ製の高級ラードとサラダ油をブレンドしたもの。しかも最初は低温から焼き始め、ゆっくり加熱して肉の旨味を閉じ込めるんだそう。これ大西さんが試行錯誤の末に生み出した豚肉を柔らかく仕上げる焼き方。両面焼いたらお酒を入れてフランベ。火加減を調節しながらおよそ15分、ようやく焼き上がりました。しかし、この調理法、先代のポークソテーとは全く違うんだそう。親父がに教わって、自分で改良して、より良くしたっていう。豚肉を柔らかく仕上げる火加減に加え、仕上げのデミグラスソースも、三代目が苦労の末に生み出した味。準備は前日から。まずは牛すじ肉にトマトや人参を加えて煮込む、大正時代から続く洋食の技です。さらに三代目が生み出したアイデアが、豚足や鶏のもみじを使った中華スープ。中華と洋食の二刀流というかハイブリッドでやってるんで。ハイブリッド、はい、はい、デミグラスソースも結局うちは中華スープで煮込んでまして、はい、ですから牛と豚と、鶏と3種類入ってますので、父親の中華スープと祖父の洋食の技を合わせ生み出された特製デミグラスソースなんです。じっくり焼いた豚肉と相性抜群の味に惚れ込んだファンは、ノスタルジックな味で結構好きな感じですね。お肉がとても柔らかい、あとやっぱりこのデミグラスソースですね、あっさりしてて全然しつこくないので。あ、来た来た、来ました、はい、ありがとう。食べて。ポークソテーのためにわざわざ予約をして食べに来る常連さんも大勢いるんだそう。100年近く続く店で新しい味を生み出してきた3代目、料理に対するこだわりは。いつか味に飽きて常連さんもなんか前より美味しくないなとか感じたりすると思うんで、常に
より良いものを作るように努力はしてるつもりなんです。やっぱりゴールはまだないですね。大正時代から愛され続ける味、お客さんにとっての美味しさにこだわり、日々改良しながら続いていくレトログルメです。まず私が訪ねたのは東京浅草にあるビル。ビルの中とは思えないほどお祭り一色ですね。ここは去年7月にオープンした飲み屋街。こうした場所はネオ横丁とも言われ、路地ではなくビルの中に居酒屋が軒を連ねているんです。ここでは週末になるとお祭りイベントも開催。これを目当てに訪れる外国人の方も多いそうです。中にはお寿司や串焼きなどの専門店が7店舗入っており、さまざまな日本の味を楽しむことができるんです。私が気になったのはうなぎの専門店。ここで提供しているのはうなぎで串って私初めて。うなぎの肝やかば焼きがセットになった盛り合わせ。うなぎを手軽に味わってほしいと串焼きで提供していて、白焼きは特製のだしを使って仕上げています。鷹の身もすごくふわふわで、皮目のパリッとした食感が本当に美味しいです。これはお酒が進む感じだ。説得力ありますね。去年の入国規制緩和以降、外国人観光客が増え、客の3割ほどが外国人だといいます。たくさんのインバウンドの方々に来ていただきたいな、飲んでいただきたいなってのが一番ですかね。去年12月に来日した外国人は推計137万人。まだ新型コロナウイルス感染拡大前の半分ほどですが、去年の100倍以上にまで回復していました。続いての外国人に人気のネオ横丁は新宿駅のすぐ近く。去年10月にオープンしました。ビルの中2階から地下2階まで4フロア全てがネオ横丁。17の個性あふれる居酒屋が軒を連ねていて、外国人旅行客に人気の場所なんです。こちらはドイツ人と日本人のカップル。お会計を済まして帰るのかと思いきや、まさかのはしご酒。選んだ店は初めに飲んでいたお店の隣の店舗。なんでも気になったメニューがあったのだとか。すごい巨大な杯に入った4リットルのレモンサワー。4リットル、すごい。でも外国人は安いな。確かに、こちらのお店でも4割強の客が外国の方だといいます。すごい。食プラスですね、コミュニケーションというかあるというところを、ぜひ知っていただければ。日本の文化にも触れることができると外国人に人気のネオ横丁、その広がりに期待が寄せられています。職人技が光る絶妙な焼き加減。長年継ぎ足してきたというタレにくぐらせた自慢のうなぎ。夏の風物詩うなぎを冬でも美味しく食べてほしいと、うな重に、ニンニクをトッピングしていただく、マシマシということで2倍、3倍、4倍、5倍まで、お好きな量を。
うなぎと刻みニンニクをセットにしたニンニクマシマシアレンジが楽しめるうな重が登場。ニンニクの量は5倍増しまで選択可能だといいます。うなぎとニンニク、スタミナ食材のありそうでなかった組み合わせ。その味は、うなぎの香ばしさと刻みニンニクの食感と香りがよく合います。メニューが生まれたきっかけは、常連様からの、ヒントを得て、開発に至りました。ニンニク好きの常連客からの一言がヒントに、うな重の伝統を守りつつ新しい味に挑戦したということです。東京を代表する観光名所浅草といっても、浅草寺の裏側奥浅草は少し趣が異なるエリア。わ、なんか金色に輝くおみこしがありますよ。金ピカで立派なおみこしがあったり、雨が降るように細いクリームを何層にも重ねた人気スイーツがあったり、蓋を開けると湯気とともに出汁の香りが広がる釜飯は、中から具材が顔出しますね。そして大量の大根を前にお祈りする人や、壁一面に積み上げられたこの箱が人気だという喫茶店も。ということで、今日は意外と知らない大人の奥浅草をぶらーりとグルメ散歩します。新たな魅力に出会えるぶらーり東京グルメ散歩奥浅草編。浅草寺裏側のコトトイ通りにやってきました。ちょうどあちらが浅草寺なんですけれども、あちらのにぎわいとは打って変わって、ちょっとこっちの方は人通りも少なくて落ち着いた雰囲気ですね。浅草寺裏のコトトイ通りより北側に位置する奥浅草には、江戸時代から続く花柳会があるなど、少し違ったイメージの浅草があります。そんな意外と知らない奥浅草をぶらりグルメ散歩。まず浅草寺裏の交差点から1分ほど歩いたところで見つけたのは、お、あ、何これ、和栗モンブランの専門店って、わあ、めっちゃ美味しそうじゃないですか。こう SNS とかでよく見かけますね。私気になってたんですよ。ちょっと入りましょう。2020年オープンの和栗モンブラン専門店栗歩浅草本店。落ち着いた雰囲気の店内は16席ほど。そんな店で食べられるのが国産和栗のモンブラン。和栗のペーストは愛媛県産を中心に、各地の和栗をブレンドしたもの。なんかちょっと昭和のモンブランとは違いますね。すごいな、おしゃれ。これどうやって食べたらいいんだろう。え、あ、なんだこれ、何この音、サクって言ってる。うわー、何これ、メレンゲ。中はスポンジケーキに焼きメレンゲと生クリーム、そこに細さ1ミリのモンブランクリームを何層にも重ね、最後に和栗のスライスを乗せれば完成。スポンジ、メレンゲ、クリームと一緒にいただきます。さて、そのお味は。このモンブランペーストが繊細な糸のように折り重なってて、それが口の中でふわーっと、もう栗の濃厚な甘みと風味が広がって、とね、しっとりとしたスポンジとこの軽やかな食感のメレンゲがまた最高に相性がいいんですよ。多い時には1日200個以上売り上げるという人気商品。注文を受けてから作るため、目の前で仕上げられるライブ感があるのも人気の一つ。1年を通して食べられるのは浅草店だけだという濃厚抹茶のモンブランも人気だそうです。店を出てコトトイ通りを隅田川方向へ。わー、目の前にスカイツリー。
やっぱり大きいですよね。なんかこうやってスカイツリー眺めながら散歩できるのもいいですね。ここで坂田さんの目にあるものが飛び込んできました。わ、なんかすごい金色に輝くおみこしがありますよ。失礼します。うわ、すごいですね。もう細工一つ一つが本当に細かいですよ。宮本宇之助商店は創業1861年の老舗で、太鼓やみこしなど祭礼道具の専門店。宮内庁御用達として楽器を収めたり、浅草三社祭に関するみこしも制作しているそうです。立派なおみこしですね。ありがとうございます。実は私ですね、三社祭りずっとおみこし担いでるんですよ。そうですか。あの鼻にで浅草に住む友人に誘われたのがきっかけで、気づいたらお揃いの飯店鉢巻きを揃えていたんだとか。じゃあこちらのおみこしを担がせていただいたんです、はいはい、ありがとうございます。みこしの展示のほか、和太鼓の展示販売などもしています。値段的には少し高いイメージですが、作り方を聞いたら納得。太鼓の胴も、はい、一本の一木をくり抜いて作ったものになりまして、はい、樹齢100年ですか200年ですか、そういった年数をゆっくり長い時間かけてじっくり育った欅を使ってます。すごい。だからなんか和太鼓ってやっぱなんかこう魂に響くんですかね。今度は和太鼓にもハマってしまいそうですね。さて、そろそろお腹も空いてきた坂田さん、奥浅草で人気だというお店に着きました。1968年創業の釜飯むつみ。地元の人や近くで働くサラリーマン、週末には観光客なども多く訪れるそうです。一番人気という五目釜飯を注文。蓋を開けると、出汁と具材の香りが。いい香り。ただ、五目釜飯という割には、なんだか具材が少ない。しゃもじでかき混ぜてみると。この五目釜飯、中から具材が顔出しますね。いただきます。まずこう香りでその出汁の豊かさを感じて、でその出汁をしっかりと染みてるお米のふくよかさで、もその出汁のうまみとさらにこう具材のうまみ、お米がね吸って本当上品でふくよかな味わいですね。炊き方がちょっとよそと違うところがあるので、はじめちょろちょろ中パッパ、うん、赤子泣いても二通るなっていう、ね、お米の炊き方の真逆を初代のおかみが考案をして、はい、その炊き方はまず鶏肉、アサリなど5種類の具材を乗せ、初代のおかみが作ったという50年以上変わらぬ秘伝の出汁を入れて火にかけます。ここからがこの店特有の作り方。最初から強火にして、しかも蓋をしないんです。この状態で数分炊き上げたら、釜の中全体をかき混ぜます。こうすることで出汁と具材の味が全体に行き渡り、どこを食べても同じ味の釜飯に仕上がるんだそう。中の状態を確認したら、蓋をして弱火で15分ほど数分蒸らして提供します。沈ませてるというか行き渡らせてるので、パカッと開けた時の見た目、ビジュアル面はインスタ映えはしません。写真で映えなくてもいいんです。この味を求めて多くのお客さんが訪れます。そしてあの炊き方で美味しいおこげを作ることも意識してるんだそう。釜飯好きにはたまらないですよね。
散歩の途中で坂田さんが気になったのが、チョコレートや焼き菓子などオリジナルスイーツを販売するのわけ東京。住宅街にひっそりと佇む小さな洋菓子店です。気になったのはこちらの可愛らしいお菓子。あのチョコのケースの中に、うん、あのフルーツのキャラメルソースを入れてまして、その名もボンボンキャラメル。丸いチョコレートの中に果物の旨味を凝縮させたキャラメルソースが入ったもの。人気だというバナナとオールスパイスをいただいてみました。スパイスの風味とこう香りがふわーって鼻から抜けていって、で後からチョコレートが溶け出して中のそのキャラメルのバナナの風味が広がっていくんですけど、めちゃくちゃ高級なチョコバナナですね。実はこちらの店、始めた頃は全く違う営業スタイルでした。2009年に、はい、あの商売始めたんですけど、その当時は、木造の屋台、これを使ってあの表参道の街中でこれを引いて、もともとは屋台で営業をしていたそうで、そんな創業時の思いをいつまでも大切にしたいという気持ちから、今も屋台を店内に置いているそうです。ボンボンキャラメルの種類は8種類、好きな組み合わせで花束のように包み贈り物として買っていく人がほとんどだそう。続いて向かったのは、松千山商店って読むそうですよ。なんかこんな奥浅草にパワースポットがあったとは知らなかった。浅草寺の寺院の一つで創建されたのは595年という1400年以上の歴史を持つお寺です。その境内にはちょっと変わったものが置かれていました。あ、なんか大根がたくさん置いてありますね。こうなんか真っ白でピーン、綺麗な大根ですね。でもなんでこんなに大根がたくさん置いてあるんだろう。境内に置かれていたのは大根、実はお供え用なんですが、でもなぜ大根なんでしょう。聖天様 のご利益のシンボルマークになっておりまして、あの大根っていうのはですね、はい、あのこの体の体内の毒素を中和するという、あ、はい、そういう働きがございますので、捧げることによってですね、あのその身体健全、それと同時にあの心の毒もこう消していただいて、お願い事を叶えやすくしましょうと、はい、シンボルという大根と巾着は境内のあちこちに見られ、巾着は商売繁盛、大根は身体健全の象徴としてそのご利益を表したもの。これは浅草の街並みを歌川広重が描いた浮世絵で、お参りする人の手にはしっかりと大根が。連日多くの人が大根をお供えに訪れています。月に1回とか週に1回とか定期的に来ている人が多く、巾着のご利益からか商売人の方も多いんだそう。そしてお供えを終えた大根は翌日誰でも持ち帰ることができるんです。寺で供養された大根、縁起が良さそうですね。ちょっと歩き疲れた坂田さん、こちらもうあの看板にまず聞かれちゃいますね。喫茶あかね、ちょっと入らせていただきましょう。こんにちは。こんにちは。昭和52年開業の喫茶あかね、レトロな看板が歴史を物語ります。昭和の雰囲気が漂う店内では、2代目でマスターの綾部修二さんがサイフォンで入れる香り高いコーヒーを提供しています。早速おすすめの一杯をお願いしました。坂田さんをイメージして選んでくれたというクレオパトラというコーヒー。はあ、いい香り。あ、もう熱
熱々で美味しいですね。なんかこの本当にコーヒー飲みながらここ何時間でもいられそうな感じがします。あのご主人、私さっきから気になってたんですけど、はい、なんかあの辺とか、はいはいはい、あの辺とか、はい、箱がたくさんありますけど、はい、あれ何ですか？いわゆるボードゲームです。あ、ボードゲーム、はい、すごい種類たくさんありますよね。そうですね。壁際に積み上げられた箱はおよそ300種類のボードゲームだったんです。ボードゲーム好きのご主人が家に置いていたところ、奥さんに邪魔扱いされたことから、店でお客さんに楽しんでもらおうと置くようになったんだとか。それを目当てに週末などにはボードゲーム好きが集まります。一人でもグループでも楽しめるそうです。いろんなボードゲームが遊べるので、もう箱を見てるだけで楽しいですし、なんかボードゲーム好きとしてはすごいいるだけで楽しい空間だと思います。そしてゲーマーに人気なのが、前日までに予約すれば食べられる特製のサンドイッチ。コロナ禍でゲーム中の食事は控えてもらっていますが、ゲームの合間に食べられるのも人気の理由。チーズと自家製の鶏ハムの上に人参のラペを乗せ、その上にコールスロー、豆苗にレタスを乗せて、パンで挟んだボリューム満点、彩り鮮やかなサンドイッチです。いかがですか、坂田さん。うーん、野菜のシャキシャキ感、人参のラペもそうですし、コールスローもレタスもシャキシャキ、サンドイッチなんですけどサラダ食べてるみたいな感覚ですね。うん。ちなみにランチで人気なのは生姜焼きやハンバーグなどボリューム満点のメニュー。特にお米は栃木の契約農家から仕入れたものを毎朝精米し炊き上げているというこだわり。もともとは店主の母親が営んでいた店を2016年に受け継ぎました。店は子供の頃から遊び場だったそうです。私が母のお腹にいる頃から始まったお店なので、今からは作れないような雰囲気だと思いますので、できればずっと残っていきたいなと思ってます。新たな魅力に出会えるぶらーり東京グルメ散歩、意外と知らない大人の奥浅草でした。サシの入った柔らかい肉と甘い割り下、こだわりの味で人気だった浅草の老舗すき焼き専門店陳屋。コロナ禍で客が減り、去年8月、142年の歴史に幕を下ろしました。ところが老舗の味に目をつけたある企業がのれんを引き継ぎ、陳屋は復活します。老舗ののれんをそのまま我々がオペレーション屋として再現するということにチャレンジをしようと。店の内装もすき焼きの味もそっくりそのまま再現。新たに店長を任されたのは和食店は未経験の女性。プレッシャーが、歴史の重みがもう浅草の老舗すき焼き店復活プロジェクトに密着しました。去年10月、陳屋復活に向けた会議が始まっていました。こだわるところはすき焼きの美味しさなので、それをそのまま継承しながら作っていきたいな。今までの陳屋さんのいろんな懐かしい部屋にリメイクできたら面白いかなっていう。老舗陳屋ののれんを引き継ぐのは、国内外で20以上のレストランブランドを運営する会社。自分たちのノウハウを生かし、陳屋をチェーン展開しようと考えました。伝統の味とサービスを受け継ぐため、6代目だった社長がアドバイザーに。かなり違和感なく再現できる形になってくるんじゃないかなと、そこはとっても安心というか期待しています。もともとは雷門近くでしたが、老朽化のため
浅草駅から徒歩8分ほどの場所に移転。老舗割烹を改装します。1階が何坪ですか？ 48.8 坪です。2階が 63.8 坪。1階は厨房と精肉販売のスペース、2階が客席になります。旧チン屋さんと比べると狭いですが、いやいや、でも雰囲気をね、残していただいてますから。そうですか、これは以前のチン屋、畳敷きの和室と明治時代をイメージした洋室がありました。今年2月には新たなチン屋の店舗が完成。店内はできる限り元の店を再現しました。大広間には新しい畳が敷かれ、テーブル席がずらりと並びます。そして洋風デザインの個室も用意しました。絵画や置物、そして鍋などは旧陳屋から引き継がれています。一方、スタッフの多くは新規採用ですが、旧陳屋からも中井さんや料理人が10人ほど参加しました。違いますね、プレッシャーが、歴史の重みがもう新たな陳屋の店長を務めるのが鈴木陽子さん。これまで5つの店で店長を務めてきたベテランですが、今回初めて和食の店を担当することになりました。陳屋復活のためには、まず老舗ならではのサービスを引き継がなければなりません。鍵を握るのは中井さんたちです。大変だなって思ってる中井さんとかいらっしゃったら、あの、自分から声をかけてやりましょうかとか、やっぱ協力も必要だと思うので、それがお客様は待たせないとか、あの、満足度にもつながると思うので。もちろん味もそのまま。まずこだわるのはお肉。 A4 で、適度なその脂が乗った黒毛和牛のメス牛。程よい脂に旨味ある赤身、それを陳屋伝統の焼き方で提供します。まずは千住ネギの片面を焼き始めて、その間に生卵を溶きます。ネギにほんのり焦げ目がつく頃にひっくり返し、上にお肉を乗せて割り下を注ぎます。お肉に割り下の甘みとネギの香りが染み込んで、程よく火が通ったところでお客さんに出します。絶妙な焼き加減で提供するのが中井さんの腕の見せ所。そして3月、店長やスタッフにとっての正念場がやってきました。あの、前の陳屋さんの顧客の方中心ですね。待ってましたこの日をっていう方が多い。今日は本当にプレッシャーです。この日は陳屋の常連客に向けた特別営業です。よかったですね。早くてね。長年陳屋に通っていたお客さんばかり。サービスも味も前と変わらないと感じてもらえないと、陳屋復活とは言えないのです。スタッフはきちんと対応できているか、店長は動き回り目を配ります。じゃあ楓さんに言ってください。ちょっと冷蔵庫閉めてもらっていいですか？気をつけてね。大丈夫？大丈夫？頑張ります。新人スタッフには特に気を使います。こちらの中井さんも新人、入社1ヶ月でこれまでスタッフ相手に練習してきましたが、実際のお客さんを相手にサービスをするのは初めて。ちょっと緊張気味です。少し先輩の中井さんは、旧陳屋には結構いらっしゃってた。はい、そうなんです。お客さんと会話しながらサービス。一方、新人さんは黙々と作業していました。生卵の溶き方もどこかぎこちない様子。
緊張してる、自転車乗られてるの結構バクバクしてます。ネギの焦げ目が薄い茶色になるくらいが理想なんですが、うまくいったのでしょうか。すみません、ちょっとネギが焦げてしまいました。申し訳ないです、お客さん優しくてよかった。集中できなくてちょっともう一回 リベンジしたいです。この日来た常連客たちは昔と変わらないと深夜復活を喜んでくれたそうです。ぎこちなくなるかなと思ったんですけど、みんなすごい頑張ってと思います。そしてグランドオープンの日、およそ7ヶ月で深夜は完全復活しました。新たなお客さんを獲得するために3種類のランチも開発しました。こちらは肉まぶし御膳、自家製のタレで味付けした角切り牛肉を出汁で味わうという一品。頑張っていきましょう。はい、じゃあ本日も一日よろしくお願いします。お願いします。第一歩を踏み出した新たな陳夜、店長の思いは、伝統を残しつつも新しい陳夜っていうものも作って、その他の新しいお客さんもついてきてくれればなと思っております。まずは台東区浅草、雷門から歩くことおよそ3分。 あちらですかね。うわ、行列できてますよ。おお、すごいすごい、餃子の王様の前に皆さん並んでらっしゃいますよ。こちらが噂の人気店、その名も餃子の王様。餃子が平日1000個も売れる店です。1階は厨房とカウンターが6席、2階はテーブル席が24あります。こちらは3代目店主の佐々木光明さん。日曜日はお姉さんがレジに立ち、どうもありがとうございます。先代の2代目も仕込みを手伝います。家族を中心に切り盛りする店。こちら餃子だけでなく町中華のメニューも豊富なんです。中でも人気なのはニラレバ炒め780円。新鮮なレバーを丸ごと仕入れ、片栗粉をまぶして一度揚げています。揚げることでレバーはふっくらしっとり、タレがよく絡み旨味も抜群と評判です。また豚肉、キャベツ、人参など野菜もたっぷり入ったタンメンも人気。とはいえ看板メニューはやはり餃子、平日でもおよそ1000個、週末には行列がずらりと伸び、多い日には3000個も売れるというから驚きです。どうしてこんなに売れるのか。浅草に来たら必ず寄るというお客さんは、このはね、あっさりしていくつでも食べられる。こちらの女性、2人で餃子4人前、埼玉から毎週通っているとか。ヘルシーなんですよ、揚げてるんですけど、餃子小さいし、なんかゼロカロリーなのかな。違うと思いますけど。そこでリポーター坂田も看板メニューの餃子を注文。はい、王様餃子お待ちどおさまです。おー、これが王様の餃子ですか。王様の餃子6個入り420円。一見揚げ餃子のようですが、裏返すともっちりツヤツヤ。その味は、ほぼキャベツ。うわ、もう表面がカリッと香ばしいんですよね。
その中からたっぷりのキャベツの甘みが口いっぱいに広がりますね。キャベツがとってもこうなんか繊細